姉ちゃんは俺たち家族を騙してたんだね。見損なったよ。何？姉ちゃんが結婚して家族みんな喜んでお祝いしたのに、あれが浮気だったなんて。何言ってるの？ちゃんと説明してよ。俺が弁護士をやってることは知ってるよね。うん、離婚訴訟を中心に受けてるって聞いたけど。今その離婚裁判の弁護をしてるんだけど、相手の男が姉ちゃんの旦那だった。え？依頼者は小泉花子さん、38歳。旦那さんと結婚して7年経つけど、2年前に別居。そして最近勝手に離婚届を提出されていたことを知ったらしいんだ。その花子さんの夫が拓也ってこと？そう。あ、本人には許可もらって話してるからね。状況がつかめない。それはこっちのセリフだよ。あの人と2年前に籍入れたって言ってたよね。どういうこと？私の夫の拓也で間違いないの？小泉拓也、38歳。同姓同名だし生年月日も一致。それに俺はあの人と結婚式で会ってるから間違いようもないよ。嘘。親族が関わる案件は弁護できないから、どういう状況か調べたけど、姉ちゃんと拓也さん籍入れてないみたい。え？でもあの人婚姻届は出したって。もしかして姉ちゃんも知らなかった？あの人に騙されてたのか。そういうことになるよね。彼と出会ってからこの3年間純愛してきたつもりだったわ。まさか奥さんがいたなんて。3年前はまだ花子さんと暮らしてたはずだけど気づかなかったんだ。仕事が忙しい人って印象だった。今も2ヶ月間だけ長期出張だって大阪に行ってるわ。多分嘘だな。裁判の準備で忙しいから姉ちゃんにバレないようにそこら辺のホテルに泊まってんだよ。私まさかの浮気相手なんだ。ショック。ごめん、ひどいこと言って。略奪愛なのかと勘違いした。するわけない。だよね。仕事が恋人だとか言って34歳まで結婚できなかった姉ちゃんが不倫に手出すわけないか。ちょっと、うちの兄弟はみんなそうだよな。一番上の兄貴だってもう40歳なのに結婚しないでマグロ漁船乗ってさ。仕事楽しそうだよね。あんなきつい仕事よくやるよ。それが生きがいみたいだけど。うん。さて、俺はどうやって弁護をしていくかな。私もどうしたらいいんだろう。別れる以外なくない？私、妊娠してるのよ。おう。多分それで籍を入れなきゃと思って離婚届を出したんじゃないかな。姉ちゃんと籍を入れておかないと子供のことで困るもんな。でもどうして花子さんは2年間も別居放置してたの？詳しく教えて。それは本人に聞いてみたら？姉ちゃんと話したがってるよ。この泥棒猫ってボコボコにされたりしないかな。姉ちゃん、花子さんには申し訳ないと思う気持ちももちろんある。でも何も知らなかったんだから責められたら理不尽だって感じちゃうの。わかってるけど、ちゃんと謝らなきゃね。明日裁判だし、来る？その前に拓也に連絡しなきゃ。ああ、バレてることは念のためまだ隠しておいた方がいい。明日も返送してきて。でも、カイトが相手の弁護士だってわかっちゃってるんだよね。それがなんでか弟だって気づいてない。結婚式には行ったけど、直接話してないし。そっか、じゃあ傍聴しに行くわ。翌日、私が裁判所に行くと、本当に夫が被告側の席にいました。むすっとした顔で足を組む拓也。私の知っている人ではないような、そんな感覚に襲われました。花子さんは終始涙を浮かべていて、この時私は初めて自分も加害者であると自覚したんです。拓也とは別れるべきだ、そう分かっていても、昨日あの話を聞くまでは幸せの絶頂にいたので、すぐには受け止められません。念願の妊娠を果たし、平和な未来を夢見ていたはずなのに。私は直接責められたらと思うと耐えられず、弟から連絡先を教えてもらい、身が震える思いで花子さんに LINE をしました。すると予想外の返事が返ってきたのです。翌日、はじめまして、小泉かなと申します。花子さんの LINE でお間違いないでしょうか？小泉？あ、すみません、四谷かなです。はじめまして、紫花子です。
私も前までは小泉と名乗っていましたので反応してしまいました。そうですよね。この度は私の不注意のせいで大変申し訳ございませんでした。裁判ご覧になりました？はい。直接お話しせずに帰ってしまいすみませんでした。どうしても勇気が出なくて。弟さんから話は聞いています。すみません。もう謝らないでください。それに私もあなたに謝らないといけないんです。え？私は1年前からあなたを夫の浮気相手だと知っていました。それも探偵を雇って調査までしていたんです。私を知っていたんですか？ええ。じゃあどうして放置なんて。普通ならすぐ離婚を考えると思うのですが。そもそも別居のきっかけは喧嘩をしたとかではなかったんです。仕事が忙しいから別宅に住んで集中するとだけ聞いてました。そうだったんですね。うちは子供もいませんし、私が個人的にやりたいこともあったので別居生活もうまくやれていたと思います。でもそれは半年の間だけ。というと？だんだんとあちらからの連絡が来なくなって、最終的に連絡は月1だったかと。連絡は取ってたんですね。生存確認みたいなものですよ。特に離婚をする必要もなかったので、そのまま1年が経ちました。しかしその頃、彼が浮気していることを知ったんです。それで調査を？私も働いてるとはいえお金がなかったので、朝も夜も働いて探偵や弁護士を雇う資金を貯めました。実際に依頼はしていて、この1年であなたが浮気相手だという証拠を十分すぎるほど集めた。尾行されていたとは。そして1ヶ月前、書類処理をするために戸籍を確認すると離婚と表記されているのを見て、作戦を決行することにしました。あなたの弟さんが弁護士であることを知っていて、わざと依頼したんです。最初から知ってたんですか？嫌がらせのつもりでした。浮気女を社会的に消したくて。だから弟は最初から私が不貞をしたと責めてきたんですね。でもあなたは拓也が既婚者だと知らなかった。とても演技をしているようには見えないし、あなたも相当ショックを受けていたと思います。はい。あなたも被害者とは知らず1年間も放置してしまった。嫌がらせまで企んで本当に申し訳ございませんでした。いえ、花子さんのお気持ちもわかりますから。でも妊娠なさってるんでしょ？父親があんなので、これからどうしていいか不安でたまりません。私がもっと早く行動していればと今は後悔してます。花子さんが悪いなんてこときっとないと思います。気づかずにのうのうと2年間を過ごしていた私が悪い。いいえ、私たち2人とも被害者です。だから一緒に復讐しませんか？え？拓也を社会的に潰す。大丈夫なんですか？何が？お気持ちの整理とか。裁判では泣いておられたから。ああ、あれは演技です。あの方が裁判官からの印象がいいですから。もうあの人に気持ちなんてないですよ。そうでしたか。それで復讐します？具体的に何をするんですか？とりあえずお互いたんまり慰謝料をもらいましょう。もちろん養育費もね。あとは義両親にも訳を話す。え？拓也の両親って？もしかして他界してるとか言われました？はい、会ったことありません。なるほど。すぐ会いに行きましょう。もう衝撃的なことばかりで。頑張ってついてきてください。あとは彼の職場にも行こうと思います。何をするんです？あいつ会社でも嘘をついて育休を取ってるんですよ。まだ生まれてもないのに。裁判のためでしょうけど、どう考えても違反なので会社にチクりましょう。不貞のことも考えればきっとクビになるでしょうね。でも仕事がなくなったら慰謝料や養育費を払ってもらえなくなるんじゃ。そこであなたの出番です。え、私の？長くなるのでやっぱり直接会ってお話できますか？わかりました。数日後。おはよう。かな、今日もいい天気だね。おはよう。大阪も晴れ？うん、めちゃくちゃ暑いよ。そういえば拓也から大阪の写真送られてきたことなかったな。あ、じゃあこれ、こないだ食べたたこ焼き。あ、すごい、プロみたい。そりゃプロが作ったたこ焼きだからね。
そうじゃなくて、写真がプロみたいだねってこと。はあ、たこ焼き写真で検索したら一番上にこれがヒットしたよ。大阪のソウルフードたこ焼きっていう紹介記事に写真使われてるみたいだけど、訴えた方がいいんじゃない？あ、いや、その、でもこの記事だいぶ前に書かれてるね。あ、ごめん、たこ焼きは食べたんだけど写真撮るの忘れたからつい。サイトから撮ってきたって？雰囲気を感じてほしくてさ。いい加減嘘つくのやめたら？あんたの人生嘘だらけ。え？急にどうしたんだよ。急いで会社に戻った方がいいよ。偽って育休取ってるのバレてるから。何？奥さんと離婚裁判中なんでしょ？全部聞いたよ。全部って？花子さんと直接話もした。一緒にあんたの処遇も考えたしね。違うんだかな。もともと花子とは離婚するつもりでいたけど、タイミング逃しちゃって。言い訳は結構。花子さんとちゃんと話もしてないのに勝手に離婚届出してるのがやばい。かなと結婚するためだよ。どう考えても交際期間かぶってるし、言い訳にもなってないよ。そりゃ花子には悪いことしたけど、本当に愛してるのはかなだからこういう行動を取ったんだよ。普通に私に言えばよかったよね。奥さんがいること、別居してること。振られそうだったから。そうだね。なんとまあ責任感がない人って思うだろうね。ごめん。もう謝罪はいいの。とりあえず慰謝料と養育費しっかり払って。待って、子供が生まれるんだから俺たち二人で育てていかないと。こんな嘘つきの父親がいたら教育に悪いでしょ。俺はカナの前ではいい夫だったろ。うん、家事も手伝ってくれるし、いたわってくれる。いつもニコニコしてるし優しい。こんな人と子供を育てたらきっと素敵な家庭になるだろうなって夢見てたよ。だったらさ。でももう傷つきたくないの。あんたは信用ゼロなのよ。そんな。私の前では良い夫を演じられるのに、花子さんの前でのあの態度何？俺なんかしたっけ？裁判見てたよ。ずーっと貧乏ゆすりして悪態ついて、私の知らない人だった。そりゃずっと紳士ではいられないよ。あんたのやってることは詐欺師と一緒。何度話し合いをしても私の気持ちは変わらないから。どうにかならないのか？カナを愛してる気持ちは本物なんだって。でもいつか私も花子さんのように裏切られる。そんなことない、誓うよ。信用ゼロだって言ったの忘れた？それにもう私があんたを愛してないんだよ。カナ、さっさと会社に謝りに行きな。ま、どうせクビだろうけど。これが離婚裁判中だってバラしたのか？うん、だって嘘ついて育休使ってるのが悪いんだもんね。よく考えてくれ。クビになったら慰謝料も養育費も払えないぞ。大丈夫、兄の知り合いがいい仕事を紹介してくれるから。え、それって？そう、マグロ漁船。ああ、お兄さんのところで俺が働くの？いや、兄の知り合いのところ。私もあんま詳しくないんだけど、兄が乗ってるのは近海マグロハエナワ漁船ってやつで、5日くらい海に出たら帰ってくるらしいのね。知り合いのやつは？遠洋ハエナワマグロ漁ってやつで、1年間は帰ってこられないってさ。嘘だろ。よく借金を返すために乗る人がいるんだって。頑張ってね。俺は乗らないぞ。でも他に行き場はどこにもないよ。ちなみにご実家にも行ってきたから。両親に会ったのか？うん、しっかり足がついててびっくり。責任を持って息子を漁船に乗せますってさ。やめてくれ。せっかく紹介してもらったいい仕事なんだから頑張ってね。勘弁してくれよ。後日談。離婚裁判はもちろん、花子さんと弟の勝利。慰謝料やその他諸々の支払いに同意するとハンコを押させました。勝手に離婚届を出したことは私文書偽造罪になりますし、偽って育休を取ったことで会社から訴えられてしまったことも合わせて、猶予付きの懲役1年と賠償請求を50万払うことに。
それらを支払うためにも有無を言わさずマグロ漁をしてもらうことになりました。復讐を提案してくれた花子さんはうししーっと楽しそうに笑い、子供が生まれたら手伝うとまで言ってくれました。今ではもう心が通じる良き友人です。父親がいないのは不安ではありますが、両親も兄弟も健在ですし、周りに支えられていることに感謝しながら頑張っていきます。お姉さん、どうして電話に出ないんですか？大変なんです。娘と二人で楽しんでるんだから連絡してこないでよ。お姉さんの家が火事で大変なことになってますよ。は？今どこですか？旅行中だって言ってたから家には誰もいないんですよね。マジかよ。消防は呼びました。すぐに戻ってこれますか？アホなの？今沖縄なのよ。戻れるわけないでしょ。兄も出張中みたいだし、どうしよう。お気に入りの服とかバッグとかあったのに、もったいないな。まあいいか、また旦那に買わせれば。なんでそんなにのんきなんですか？金で買えるものは諦めがつくでしょ。命さえあればやり直せるってこと。あ、そうですね。みんなが無事でよかったです。ルイちゃんも沖縄なら安心しました。あ、え、どうしました？やっば、娘を鎖につないだままだわ。はい、一緒にいるんじゃないですか？いろいろあって置いてきたの。いやいや、レイちゃん5歳ですよね。一人で留守番させるなんてありえません。だから危なくないように鎖につないだんじゃない。ちょっと待ってください、冗談ですよね。最近言うこと聞かなくてさ、あれにつなぐとおとなしくなるから。お願いです、嘘だって言ってください。嘘つく理由がないんだけど。あ、そうだ、警察とか消防が来る前に鎖から外しておいてくれない？ルイちゃんがいるなら助けたいんですが、火が広がっててとてもじゃないけど中に入れるような状況じゃないんです。どうしたら？あんたそれでもおばなの？自分が丸焦げになろうが姪を助けるのが当然でしょ。素人が下手なことできません。消防車はもう来ますし、救助を待つしか。結局自分だけが可愛いんだね。なんで私のせいになるんですか？そもそも我が子を置いて旅行に行ったお姉さんが悪いんですよね。母親が旅行に行ってはいけないなんて法律あったっけ？へりくつはいいので、どの部屋にいるか教えてください。最優先で救助してもらいます。2階の物置部屋。なんでそんなところに？冷房もないようなところですよね。過酷じゃないとお仕置きにならないでしょ。考えられない、こんな人が親だなんて。子なしのくせに偉そうに。私も数ヶ月したら母親になります。妊娠したんだ。無事生まれればいいけど。消防が来ました。また連絡します。予定を切り上げてすぐに戻ってきてくださいよ。いいですね？うるさい、義妹のくせに指図すんな。翌日。ちょっと、警察とか夫とか親とか着信がえぐいんだけど、どうなってんのよ。当たり前じゃないですか、ルイちゃんがどんな状況か聞いたでしょ。知らない、誰の電話も取ってないから。は？だってどうせ説教されるだけでしょ。で、ルイはどうなったの？渋滞ですよ。へえ、助かったんだ。2階に火が回るのが遅かったので、結果的に家は全焼しましたけど、ルイちゃんは救出されました。よかったじゃん。どこがですか？煙を吸ってしまって顔に火傷もしてるんですよ。女の子なのにかわいそう。あんたのせいね。整形もしないといけないわ。お金払いなさい。何を言うかと思えば今する話ですか？治療費と慰謝料で500万よろしく。もう話すのも嫌です。心底軽蔑します。なぜ渋滞の娘を心配することができないんですか？あんたは何も分かってない。子供を育てるのにはお金がいるの。金が欲しいんじゃない、娘のために必要だから請求してるだけ。それをへりくつって言うんです。あんた昨日から随分と生意気なことばっかり言ってるけど、いいの？間違ったことを言ってるつもりはありませんが。お腹の赤ちゃんに会いたいよね。どういう意味でしょう？
ここだけの話なんだけど、私が一緒に沖縄に来てる彼氏がその筋の人なのよ。浮気してるんですか？内緒よ。もしバラしたらベニーモタルト買ってこないから。ありえない。男と旅行するために娘を犠牲にしたなんて。家事は不可抗力でしょ。私のせいじゃないし。タバコ吸うのはお姉さんだけですよね。料理もまともにしないって兄が言ってますし。旦那戻ってきたの？昨日の夜中に大阪からレンタカー飛ばして帰ってきたんです。マジか。それはちょっとまずいな。あんた今どこにいる？電車降りたところです。今からルイちゃんが入院してる病院に行くので。じゃあ夫に会ったら伝えて。さようならって。はい。どうせ近々離婚するつもりだったし、これで終わりにする。いや、逃げて済む問題じゃありませんよ。私にどうしろって言うの？子も愛せないし、旦那にも愛想が尽きた。家も燃えたし、帰る場所もないのよ。論理が飛躍しすぎてます。私が言いたいのはそういうことじゃなくて、兄とルイ。リサちゃん、どうして？大丈夫？赤ちゃん無事かな？数日後、駅の階段から突き落とされました。あら大変。そういえば予告めいたこと言ってましたね。ヤクザに知り合いがいるとか。あんなの冗談に決まってるじゃない。可愛い義妹を危険な目に合わせるなんて私にはできないもん。しらじらしい。まだ沖縄にいるんですか？居心地が良くてさ、このまま移住しちゃおうかな。嘘ですよね？はあ、本当だけど。火事の一報を受けてすぐに戻ってきたんじゃないですか？火災保険の申請を兄より先にするために。はい。家の権利証や保険証券の類は耐火性の金庫に入れてあると兄が言ってました。あなたは兄よりも先にそれを手にしたくて慌てて戻ったんです。適当なこと言わないでよ。そのついでに口うるさい小獣との私も消しておこうと思って駅の階段から突き飛ばしたんですか？もうそうもいい加減にしなさい。全部証拠があるから言ってるんです。あなたはそもそも沖縄なんかに行ってない。計画的に火事を起こして保険金を狙った。違いますか？私がそんなことすると思う？はい。あなた捕まりますよ。駅にはカメラもあるし、目撃者もいました。あと火事の直前に向かいの家に設置してあるカメラにあなたが映ってたそうです。おかしいですよね。沖縄にいたはずなのに。ちょっと待ってよ。誤解があるみたいだから一度話し合わない？今後面会にすら行かないので永遠に話すことはないです。面会って何のことよ？刑務所ってご存知ですか？衣食住全部揃った最高の移住先ですよ。あんたが証拠を捏造したんでしょ、私を陥れるために。そこまでしてアホに構うほど私暇じゃないんですが。誰に向かって言ってんの？虫けら以下のクズな技師です。いい根性してるじゃない、あんな目にあったくせに。私の恐ろしさがまだわからないの？今関与を認めましたね。違う、例えばの話をしただけ。気に入らない人間は暴力で脅すのがあなたのやり方なんですよね。それが一番手っ取り早い時もあるでしょ。妊婦の私を突き落とし、自分の娘がいる家に火をつける、これが人間のやることですか？違うのよ。あの子を置いてきたことをど忘れしてたの。きっとあれだわ、若年性の認知症みたいなやつ。それは大変ですね。しっかり調べてもらいましょう。何かで見たことがあるの。殺そうって意思がないと罪には問われないって。何を見たか知りませんが。そんなわけないでしょ。間違って交通事故で人を跳ねたとして無罪放免になりますか？そうだけど。しかも鎖につなぐというのは日常的に行ってましたよね。そんなことないわ。4回くらいじゃないかしら。本人がパパがいない時はいつもって言ってるんですけど。違うと思うけどね。兄が出張の時は毎回幼稚園を休ませてたそうですね。この因果関係は何でしょうか？
あの子幼稚園嫌いだから。いよいよ言い訳が苦しくなってきましたよ。大丈夫そうですか？ お願い見逃してほしいの。それ私に何のメリットがあります？だってルイもお腹の子も無事なんでしょ？いえ、ルイちゃんは無事ですが、赤ちゃんはダメでした。え？怒りを通り越すと無になるんですね。あなたに対してはもはや何の感情も湧きません。嘘、ちょっと怪我するだけかなって思ったの。本当になくなればいいなんて思わなかったのよ。信じて、じゃないと罪が重くなっちゃう。失われた命より自分の心配ですか？さすがです。お見事です。拍手したいくらいです。クズすぎて。これはいよいよ捕まってる場合じゃないわね。とてもじゃないけど数年では出られない。まさか逃げるつもりですか？そうするしかないでしょ。彼氏の力を使えば船で出国するくらいなんてことないんだから。その彼氏も今回のことに加担したんですか？基本は彼のアイデアよ。まあ私にとっての軍師って感じかな。そうですか。お似合いの二人ですね。でしょ、私たち幸せになりたいの。お願いだから見逃してよ。いいですよ。え、本当？自由にどうぞ。とか言って油断させて逮捕するとかでしょう。警察がどう動くか知りませんが、私はもう何もしません。本当に見逃してくれるの？このことを警察にも言わない？はい。ありがとう。一生恩に着るわ。そろそろ警察も動くと思いますよ。早く逃げないと。そうね。じゃあ、あとはよろしく。翌日。リサ、いろいろと迷惑かけたな。お兄ちゃんも大変だったね。ルイちゃんの具合はどう？徐々に回復してる。やけどもそんなに跡が残らずに済みそうだって。よかったね。女の子だし心配してたの。それよりお腹は大丈夫か？切迫早産だって。しばらくは入院することになる。そうか、ごめんな。俺があんな女と結婚したせいで。お兄ちゃんのせいじゃない。それにアキコさんには嘘ついたの。赤ちゃんダメだったって。少しでも後悔してくれるかと思ったけど、そうでもなかったみたい。実はさっき警察から電話があってさ。お姉さん見つかった？ああ、遺体での。え？男と二人海で見つかったらしい。そんな、逃げるって張り切ってたのにどうして？車で海に突っ込んだんだって。相当飲んでたみたいだな。なんて哀れな最後。神様っているのかな。俺に代わって罰を与えてくれたとしか思えない。うん。でも直接文句言う機会もなかったよ。ぶん殴ってやりたかった。お兄ちゃんの手を汚すことなんてない。ただ不可解な点がある。アキコが座ってたのは運転席なんだ。あいつは免許を持ってないのに。浮気相手がヤバい人だったみたいだし、もしかしたらその絡みかも。組に迷惑かける前に消されたとか。怖い世界だな。私たちには一生縁のない話だよ。もう忘れよ。まずはルイの心の傷を癒してあげたいと思う。あんな暗い場所に一人でいて何ともないなんてありえないよ。そうだね。トラウマになるのは心配。保険が降りたら郊外に広い庭のある家を買って犬を迎えようと思う。いいね。ルイがずっと欲しがってたんだ。アキコが嫌がって飼えなかったけど、願いを叶えてやれそうだ。きっと喜ぶよ。しばらくは安静にして元気な赤ちゃん産んでくれ。ありがとう。私のことはいいから、今はルイちゃんのことだけ考えてあげて。うん、じゃあまたな。数分後。先生、ありがとうございました。兄から義士が亡くなったとの報告を受けました。そうか、よかった。義士があんな形で見つかって兄も少し混乱してますが、変に逮捕とか裁判とかで長引かせるよりはこの方が良かったかと。俺もあんなクズは処分するしかなかったと思うよ。今うどん屋さんを閉店されていると聞きましたが。少し裏稼業の方が忙しくなってきてな。表向きは入院ということにしてあるんだ。
私が高校の頃しつこいストーカーに困っていたら、先生があいつを地下に送ってくれました。あれから人生を楽しめるようになったんです。先生がお困りのことがあれば私何でもしますから。バカを言うんじゃない。俺に関わらずに生きていくのが一番の恩返しなんだよ。ありがとうございます。君だって入院中なんだろう。早産にならないよう絶対安静です。でもこの子は私が守ってみせます。そうか、頑張ってくれ。めいっこちゃんは大丈夫か。どうも暗闇がダメみたいで電気をつけて寝てるようです。かわいそうに。あの女まだ生かしておいてもっと苦しめるべきだったか。いえ、これでいいんです。私もうすぐ母親になる身として義士のしたことがどうしても理解できません。あんな人がこの世のどこかに生きていると思うと心が落ち着かないんです。確かにそうだな。いつか子供連れてうどん食べに行きますね。楽しみに待ってるよ。俺も長生きしないとな。はい、どうかお元気で。後日談。火事は火の不始末で処理され、ルイちゃんの保護責任者遺棄と私への傷害については被害者死亡で書類送検されたそうです。数年の懲役で終わるなんて生ぬるい。そう思って、表向きはうどん屋の店主、裏の世界ではこの世のクズの処分をしている先生に依頼したのでした。義士の葬儀が終わった頃、ルイちゃんも無事退院しました。兄がママはお空に行ったんだよと伝えると、よかったねと嬉しそうに笑ったそうです。もう会えないことを喜んでいるのか、母親の幸せを願ってのことなのか、私には分かりません。でも少しずつ笑顔が増えていくルイちゃんを私もおばとして見守っていきたいと思います。娘夫婦を離婚させようと思うの？何言ってるんだ。もうすぐ二人目の孫が生まれるっていうのに余計なことをするな。離婚してもあなたがおじいちゃんであることは変わりないでしょ。お前に口を出す権利はないって言ってるんだ。でもほっとけないわ。あの子辛い目に遭ってる。どういうことだ。まさかユリナが里帰り出産を拒否したことと関係あるのか。おそらくそうだと思う。一体何があったんだ。わざわざ新幹線に乗って様子を見に行ってそんな報告されるとは思わなかったんだが。私もちょっとショックで動揺してるんだけど、サク君の言動がおかしいの。もう5歳だろ。幼稚園でいろんな言葉を覚えてくる頃だ。そんなんじゃない。今日ね、ユリナが持ってたコップを落としてお茶をこぼしたのよ。それがどうした。拭けば済む話だろ。そうね、だから私が布巾を取りに立とうとしたらサク君がユリナのお腹を蹴ったのよ。え？女が失敗したら蹴ってしつけてあげなきゃいけないんだよ。それがみんなのためだってパパが言ってたよっていうの。もう驚いちゃって。なんだその理屈は。問いただそうとしたらユリナがいいからって話をそらそうとして、でもその後にユリナが昼寝した際にサク君に詳しく聞かせてちょうだいって言ったの。なんて言ってた。マサトさんはいつもユリナに対して怒ってばかりで叩いたり蹴ったりしてるみたい。なんでそんなことするんだ。私も驚いたんだけど、サク君が家畜はしつけなきゃって言った時はさすがに血の気が引いたわ。家畜のことか。おそらく。ありえない、子供の前でそんな言葉を口にするなんて。こんなところに大事な娘と孫を置いておけないでしょ。だからユリナが目を覚ましてから話をしたのよ。当然一緒に帰ってくるんだよな。いいえ、拒絶した。はあ、サク君の言動についても否定したわ。アニメとか YouTube の影響で変なこと言うだけだって。あとはとにかく帰ってくれの一点張りよ。それでのこのこ帰ろうっていうのか。まさか。近くのホテルを取ったから明日また行くつもり。あの子が分かってくれるまで何度でも通おうと思ってる。家に泊めてもくれないのかよ。マサトさんが人を家に呼ぶことを極端に嫌うそうよ。妻の親だぞ。結婚式以来ほとんど会ってないもの。他人同然だわ。俺も行く。やめて。これ以上騒ぎを大きくすればあの子が嫌がる。ユリナは明らかにマサトさんに怯えていた。その原因を解決しないと
テコでも動かない気がするの。でも可愛い娘が苦しんでるのに黙って待ってるなんて俺にはできないぞ。私だってそうよ。でも焦って事態を悪化させる方が良くないと思うの。心配だな。私も気が気じゃないわ。逐一報告してくれ。何かあれば飛んでいく。わかった。翌日。お母さん、昨日はうちに来ていただいたみたいでご挨拶もできずすみません。こちらこそ、お留守の時にお邪魔してごめんなさいね。ホテルに泊まると聞きましたが、夕方なら新幹線はまだあったでしょう。せっかくだし、少しゆっくりしようと思って。それで、一体何の用だったんですか？もう予定日が近いでしょ？里帰り出産もしないって言うし、5歳の子を抱えて出産と育児は大変かと思ってね。それはそれは、お気遣いありがとうございます。でもうちは大丈夫なので、さっさとお帰りください。ユリナの入院中は、サックンをどうする予定なの？僕が見ますよ。お仕事は？育休を取ります。そう、ならよかった。ご心配には及びませんので、どうぞお帰りください。あのね、こんなこと言って変に思わないでほしいんだけど、サック君が少し乱暴かなって思ったのよ。はい？ユリナのお腹を蹴ったの。お茶をこぼしただけなのに。ああ、きつく言って聞かせますから。いや、まだ5歳だし、そんなに厳しくする必要はないと思うんだけどね。あ、違いますよ。ユリナの方です。え？いい年した大人がお茶をこぼすなんて、だらしがないというか、なんというか、しつけがなってないんでしょう。ちょっと。ああ、失礼しました。しつけたご本人でしたね。わざと言ったわね。いい機会なので、はっきりと言わせてもらいます。あなた方のしつけが行き届いてないせいで、僕の再教育の手間がかかって仕方ないんです。悪いけどユリナは、どこに出しても恥ずかしくない立派な子よ。笑わせないでくださいよ。あれのどこが？いくらあなたでも、私たちの娘をそんな風に言うのは許しません。いつまで子離れできないんですか？あなた、暴力振るってるわね。また根拠のないことを。そこまで言うなら、証拠を出してください。それは、ないんですよね。でもわかる。娘の表情が暗かったし、昔みたいに笑わなくなってる。大人になって落ち着いただけでしょ。いつまでもヘラヘラ笑ってるのは、ただのアホですよ。娘を大事にできないのなら、返しなさい。過保護すぎませんか？こんな親が育てたせいで、出来損ないになったんですね。私たちは何と言われてもいい。ユリナを引き渡しなさい。実家で出産させるわ。あいつは俺の妻です。年寄りが気まぐれに出しゃばって口を出すな。なんて人なの。仮にも義理の両親よ。あなただってうるさいハエがまとわりついてたら追っ払うでしょ。そうね。私も大事に育てた植物に害虫がいたら徹底的に駆除するわ。その程度で言いまかしたつもりですか？年寄りにできることなんて何もないんですから、さっさとお引き取りください。あなたの指図は受けない。じゃあご勝手に。ただし今後一切我が家には入れませんので。そのおつもりで。上等よ。数分後。ユリナ、お母さんと一緒に帰ろう。もうやめて。さっきマサトさんと話した。は？最低の人間よ。あなただけじゃなく私たちまで小バカにした。どうして余計なことするの？私はあなたを救いたくて。誰が頼んだ？いつ私が救ってくれなんて言ったのよ。ユリナ、お願いだからほっといて。ホテルなんて取らないでさっさと帰ってよ。あなた辛い思いしてるのよね。あんな男といたらサックンまで歪んでしまうわ。分かってるんでしょ？お母さんには関係ない。サックはちゃんと育てるし、これは私たち家族の問題よ。分かってる。幸せなら口出しなんてしない。でもそうじゃないなら放っておけないわ。幸せよ。愛する夫と可愛い子供、そしてお腹の子と4人で生きていくの。それをお母さんに奪う権利があるの？ない。でも何かあってからじゃ遅いのよ。お願いだからお父さんと2人で仲良く老後を楽しんでて。私たちに構わないで。ユリナ、あなたは優しいけど気を使いすぎるところがある。でもそう育てたのは私だから責任を感じてるのよ。別に恨んでないから。お母さんを信じて正直に打ち明けてほしい。だから何もないって言ってるでしょ。これ以上言うとブロックするから。好きにすればいいわ。
それでもお母さんは諦めないから、それだけは忘れないでね。いい？もうやめてよ。一週間後。お約束通り、娘と孫はお返しいただきましたので。はあ？昼頃には新幹線に乗せて、もう家に着きました。さっく初めて乗ったみたいで、すごく喜んでたわ。おい、クソババ。何勝手なことしてんだよ。ユリナを返せ。私が無理やり連れ去ったわけではないのよ。あの子の意思で荷物をまとめて、靴を履いて玄関を出た。とっくに帰ったかと思ってたら、まだいたなんて。しつこい年寄りは嫌われるぞ。あなたに嫌われたところで、痛くも痒くもないの。むしろ嬉しいよ。ユリナがこの世で一番大切にしてるものを、俺が奪うと伝えたら。さっくんのこと？それなら問題ないわ。弁護士さん曰く、親権は 99% ユリナに渡るでしょってお話だから。はあ、そりゃそうよ。暴力や暴言で妻や子を支配してる男に裁判所が親権を渡すわけがないもん。何の話だよ。証拠なんかないんだろ。俺は認めないぞ。録音も録画もできないはずよね。毎日スマホや持ち物チェックをされて保存する術がなかったんだもん。妻の行動を管理するのは夫の務めだよ。違うわ、ただのエゴよ。黙れ老害め。証拠もないくせに騒ぎやがって。自白でもすると思ったのか。俺を舐めるなよ。あるわよ。ああ、さっくんがこの1週間ずっと証拠を取り続けてくれた。嘘つけ。サクにはスマホなんて持たせてない。じいじのスマホを渡しただけよ。なんだと。親の許可もなしに訴えるぞ。私たちの作戦はうまくいったから好きなだけ訴えて。名付けてバーバとサクの極秘ミッションよ。なんだそれ。俺の息子に変なことさせんじゃねえ。年金じゃ払えないくらいの慰謝料請求してやるからな。娘と孫を救えるなら捕まろうが慰謝料だろうが喜んで受け入れるわ。スマホなんて悪影響のもの与えやがって。ご心配なく、解約してるから通信はできないの。使えるのはカメラ機能くらいよ。どうしてそんなものを持ってきたんだ。さっくんが赤ちゃんの頃にユリナが愚痴ってたの。とにかくスマホを触りたがって、一度渡すと手放してくれないって。それがどうした。子供は大人がずっと持ってるものを欲しがるからね。だから次の子も1歳近くになれば同じことになると思ったの。それでお父さんの使ってないスマホを持ってきてあげたの。それでサクが取ってたっていうのか。そうよ。あの日ユリナのお腹を蹴ったサク君とじっくり話した。相手が誰であろうと叩いたり蹴るのは良くないことで、そのうち必ず警察が探して刑務所に入れられてしまうからやめようねって。子供相手にそんなこと。そしたらね、さっくんが言うのよ。じゃあ警察はパパを捕まえるのって。え、私はそうなってほしくないって聞いたわ。そしたらなんて言ったと思う。知るか。刑務所に入ってほしい。そしたらママが泣かないから、そう言ったのよ。あいつ。そこからは今回のミッションの話をした。プレッシャーかなとは思ったけど、ママを守れるのはサク君だけよと言い聞かせた。そして見つかればスマホは没収されるから気をつけるように言ったんだけど、あの子立派にやり遂げてくれた。音も鳴らなかったし全然気づかなかった。うちの夫がインストールしていた無音カメラっていうアプリを使うように言っておいたの。録画開始時に音がしたらバレちゃうからね。そんなアプリ入れてるなんて盗撮でもしてたのか。変態ジジイかよ。悪いことには使ってない。私がよく失敗をするからその様子をこっそり撮るためだけにインストールしてたそうよ。バーバーを撮って何が楽しいんだが。うちの夫は失敗を責めるんじゃなく、そうやって笑い話に変えてくれる人。あなたとは大違い。ミスを許せば人は成長しない。結果的にお前みたいな老害が完成するってわけだ。まだ悪態つく元気はあるのね。このくらいで警察は逮捕しないさ。好きなだけ騒げばいい。そうやって根拠のない自信と理屈でユリナのことをずっと脅してたわね。そんなことしてないけど。じゃあ本人に聞きましょう。この男に何を言われたの。お前みたいな無職の無能に
策の真剣は取れない。俺に逆らって出ていけば、地の果てまで追いかけて策を取り戻す。そう言われた。お前、こんなことしてただで済むと思ってんのか？ずっとその言葉が怖かった。ただでは済まない、その漠然とした不安がずっと私を縛ってたの。でもお母さんが弁護士さんを連れてインターホン越しに私を説得してくれた。サクが証拠まで撮影してくれてることを知った。あの子が私を助けようとしてるのに、私が怖がっててどうするって思ったら、家を出る勇気が出たんだ。お前の気持ちなんてどうでもいいんだよ。さっさと戻って飯作る。もう二度と帰らないし、会いたくない。貴様、サクにはあなたみたいになってほしくない。あの子が私のお腹を蹴った時、いよいよまずいと思った。でも証拠を残すことができない、それだけがネックだったけど、お母さんが助けてくれた。サク君を守るために私を拒絶したのね。ごめんね、気持ちは痛いほどありがたかったのよ。でもサクを奪われないように準備してからじゃないと動けなかった。神のお告げってあるのよね。どういう意味？あなたが子供の頃から使ってたお気に入りのグラスがあるでしょう。あれが突然割れたのよ。スヌーピーのやつ？そう、それで胸騒ぎがして、気がついたら新幹線の予約してた。やっぱ親ってすごいや。いつまでやってんだよ。あら、まだいたの？さっさと警察に行けば。ふざけんな、嫁のしつけをしただけでなんで使われんだよ。昭和生まれの私でも、今のご時世にしつけと称して手を出すことがいけないことくらい理解してるのに。あんたこそ無能なアホね。黙れ。はいはい、黙りますよ。あんたも刑務所入ったら嫌でもおとなしくなるわね。その曲がった根性叩き直してもらえばいいわ。くそ。養育費は後日請求します。紛れもなく二人はあなたの子なので。ふざけんな、俺の役に立たない奴には1円たりとも払わんぞ。それだけじゃない。弁護士さんの話では、この数年間に受けた精神的苦痛の慰謝料も取れるそうだから、頑張って稼いでね。なんだよそれは。さあ、今日はお祝いよ。すき焼きにしましょう。嬉しいな。女だから贅沢はするなって理由で、ここ数年お肉なんて食べさせてもらえなかったの。ひどい話ね。今日はいいお肉買うから、たくさん食べなさい。楽しみ。さてと、買い物に行かなきゃ。俺の飯は臭い飯でも食ってろ。後日だ。マサトは娘への傷害罪や日常的に脅していた件で実刑となりました。出所する日に備え、接近禁止の手続きもしておこうと思います。女は奴隷という主張を裁判でも通したマサト。担当した裁判官が女性だったのですが、さすがに顔が引きつってたとか。先日お父さんがシュレッダーというものを買ってきました。何でも刑務所から届く手紙を細かく裁断するための機械だそうです。何が書いてあるか知りませんが、読む価値はないそうなので、いい買い物をしました。慰謝料や養育費は正直当てにならないかもしれません。でも私たちが支えながら、ユリナは子供たちのために働いています。まだまだ長生きして孫の面倒を見てあげないと。来月の家族旅行になんであんたまで来るの？何か問題でも？お父さんの誕生日を祝う旅行だって知らないわけ？それはリョウタさんから聞きました。嫁が家族旅行についてくるとか、楽しい時間が台無しよ。私は家族ではないんでしょうか？嫁なんて所詮他人、家族の輪に入ってこないで。そもそも宿選びや旅行の計画は全てこちらがしたんですよ。どうせ全部リョウタに任せっきりだったんでしょう。私も協力しました。宿選びはほぼ私がしましたし。嘘おっしゃい。もともと父親が経営するホテルリゾート開発会社で働いていたので、宿泊施設に関しては詳しい方なんですよ。だから何？今はただのニートでしょ。せめて専業主婦と言ってください。亮太さんの仕事が激務なので、それを支えるために仕事を辞めたんです。あんたのことは今でも嫁とは認めてないから。その話は耳にタコができるほど聞きましたよ。見た目がちょっといいからってお父さんにまで色目使って。
そんなことしてません。亮太はいい人と結婚できて本当に良かったとか、毎日のようにあんたをベタ褒めして本当うざったいんだから。そうですか。見た目と外面がいいやつは大体性格が悪いものよ。偏見すぎる。だから今回の旅行にどうしても参加したいなら、私が徹底的にあんたを監視するからね。え？まず移動の車だけど、荷物が多いからうちの車とそっちの車の2台で旅館に向かうのよね。どちらも軽自動車なので分けないと荷物が乗らなくて、お手数をおかけします。車の乗車ペアは私と若菜さん、お父さんと亮太の振り分けに変更するから。え？何か問題でも？あんたも私も免許は持ってるし、別に無理な話じゃないでしょ。私のことが嫌いなら別々の方がお母さんもストレスなく過ごせるのでは？私がきちんと見とかないと、あんたが何をしでかすかわからないじゃない。別に変なことするつもりは全くないんですけど。お黙り。性格の悪さを隠そうとしても私は全てお見通しだから。なんでそうなるんですか？亮太には嫁姑の親睦を深めるためにってことで連絡済みよ。私からは逃げられないからね。わかりましたよ。もう我慢します。我慢してるのはこっち。はいはい。それじゃ旅行では絶対におかしな真似はしないでちょうだいよ。私の名前は若菜、30歳の専業主婦です。5歳年上の夫亮太さんとは3年前に結婚。お互いアウトドアな趣味があり、性格も似た者同士なので仲は良好です。しかし今困っているのは義母との関係。先ほど LINE での会話の通り、義母は謎に私のことを毛嫌いしており、言いたい放題。同居してないだけまだマシかと思っていたのですが、義母は家族旅行当日にとんでもない攻撃を私に仕掛けてきたのです。家族旅行当日。なんてことをしてくれたんですか。着信が50件ってどんだけ電話かけてんのよ。そりゃこんなところに置き去りにされたら何度も連絡くらいしますよ。なんでこんなことを。嫁の分際で家族旅行についてくるから山に置き去りにしただけ。何か文句ある？言いたいことだらけです。今すぐ迎えに来てください。そんなに旅館に来たいならタクシー呼べば。財布がないんですよ。あらやだ、私のカバンに偶然あんたの財布が。盗みましたね。たまたま入ってただけよ。タクシー会社にも連絡しましたけど、ペイペイ利用が可能なところがこの辺りに全然なくて、もうどうすれば。かわいそうに。日は昇っているとはいえ真冬でかなり寒いですし、早く戻ってきてください。いやよ、やっと旅館に着いたのに。そんなこと言ってる場合ですか。ナビがいまいち難しくて、一回道間違えちゃったりしてもうクタクタなの。少しは休ませてよね。何それ。そもそもあんな山奥で急に車降りてくつろぎ始めたのはあなたじゃない。お母さんが車用意したから休憩しようって言い始めたんですよね。だから酔い覚ましにはペパーミントティーが効くと聞いたので入れようと思っただけです。置いていくなんてあんまりじゃないですか。すぐ酔いは覚めたから旅行に向かっただけよ。あんたがちんたらしてたのが悪い。こんなことまでするなんて、こんな人に優しくするんじゃなかった。謎に多いあんたの荷物もちゃんと置いといてあげたんだし、いいじゃない。そういう問題じゃありません。遭難でもしたらどう責任を取るつもりですか。スマホは繋がるんだし、そんな大げさにしなくても。山を甘く見ないでください。少しの判断ミスが命取りになることだってあるんですから。はいはい、分かったわよ。じゃあさっさと下山しなさい。ここから歩いて下山となると数時間はかかるんですけど。まだ朝の10時なんだし、時間はかかっても日が落ちるまでには帰りつけるでしょ。ひどい。それはこっちのセリフ。嫁いだだけの存在がシャシャリ出てくるとかありえないか。だからってこれはないですよね。そんな大げさな。来た道に沿って帰れば安全なことくらい考えたらわかるでしょ。お母さんがどうしようもないクズだということはわかりました。ああ、今まで亮太さんの親だからと数々の暴言は多めに見てきたつもりですが、もう我慢の限界です。それ脅しのつもり？もう私は
お母さんを許しません。無職で涼太に寄生するあんたに何ができるのよ。寝言は寝ていなさい。一応確認しておきますが、謝罪する気はないんですか？もし現時点で謝罪をして迎えに来てくれるのであれば、大ごとにはしません。何言ってんのよ。あんたみたいな女に謝るなんて絶対に嫌。そうですか、残念です。姑の言うことを聞かないあんたが全部悪いのよ。恨むなら自分を恨みなさい。私は忠告しましたからね。今後どうなっても私は知りませんよ。もうさっさと下山してくれる？高級旅館は私たちだけで楽しむから。どうぞご自由に。あんたは一人寂しく歩いて家に帰りなさい。それじゃあね。数時間後。温泉も最高だし部屋も綺麗。そうですか。あんた無事だったの？無事山を降りるまであと2時間はかかりそうですね。さっきの連絡から3時間は経ってるのに、まだ山の中を歩くの？かわいそうに。今はこうして無事に LINE のやり取りもできますが、最悪の結末を迎えていた可能性も十分あったんですよ。もうこの話はいいじゃない。せっかくの旅行が台無しになっちゃうわ。自分勝手な。言っとくけど、亮太もお父さんもあんたのことを心配すらしてなかったわ。つまりそれが答えってこと。そうですか。あんたのことなんか忘れて二人で雪景色を撮影しに出かけちゃってるんだから。へえ。さあ邪魔者のいない旅行を思う存分楽しむわよ。今日の晩御飯は松阪牛らしいし、明日の朝食なんて松茸のご飯なのよ。ほんと楽しみ。私も明日の朝が楽しみです。あ、何が楽しみだっていうのよ。頭おかしくなった？明日うちの両親がそちらに伺います。はい。その場で2泊3日の宿泊代100万円をお母さんに請求します。え、予定通り私がいれば無料になったんですけどね。何言ってんの、意味不明なんだけど。その旅館経営してるのは私の両親なんですよ。嘘でしょ。昔この辺りに住んでいたんですが、ここの風情が家族ともどもとても気に入っておりまして、半年前に旅館をオープンしたんです。だからもともとは無料だったと。お父さんの誕生日の祝いの話を両親にしたら、日頃娘がお世話になっているからと特別にタダで手配してくれたんですよ。じゃああんたを山に置き去りにしたことはご両親も当然知ってますよ。あとお父さんや亮太さんにもすでにこのことは伝えてあります。二人まで連絡するのは当然です。お母さんには何を言っても無駄だったので、あの後すぐに連絡しました。嘘。それからお母さんが盗んだ私の財布も亮太さんが回収してくれましたよ。気づかなかったっていうか、そんな素振りなかったのに。お母さんを地獄に落とすために一芝居打ってもらったんです。どういうこと？今二人は写真を撮りに表に出たと言っていましたが、実はそれ嘘なんです。なんで？二人はすでに荷物をまとめて車で下山しています。じゃああなたはその車に乗って下山するってことね。無事に帰れるならもう私を責めるのはやめてよ。二人の車にも荷物がいっぱいで、私が乗れるスペースはほぼないですよ。そんなに荷物多かったっけ？山の中にキャンプスペースがあるので、そこでテントを張ってプチキャンプをする予定だったんです。そのための道具が山ほど乗ってます。なら今あの大荷物を抱えて下山していると？下山に特に必要のない荷物は明日両親が回収する予定なので一旦山に置いてきました。じゃああなたは？必要最低限の荷物を持って自力での下山を続けています。あの、安全に帰り着いた場合はお咎めなしってことにはならないのかしら？なりません。明日の朝私の両親に100万円払ってください。ちょっと横暴すぎない？私がそんな大金持ってないこと分かってるくせに。ご自身が私にしたことをお忘れですか？それはちょっとやりすぎたとは思うけど、だからっていきなり100万円払えばおかしいでしょ。置き去り行為は保護責任者遺棄罪になります。罪になるの？私があの時警察に通報したら、お母さんは今頃犯罪者でした。ちょっとした出来心でやっただけなのに。ただお父さんの誕生日に警察沙汰というのはちょっと気が引けまして、それで別の方法でお母さんに天罰を下そうと考えたというわけです。
それで100万を支払えと。まあお父さんや亮太さんはすぐに通報しようとしてくれていましたけどね。私を警察に引き渡すつもりだったの？妻であり母親でもある私を。一歩間違えたら命に関わることなんですから、夫婦とか親子とか関係ないですよ。そんな。ただ私はこの辺りは幼少期遊んだ経験もあって、周辺のことは熟知していますし、山登りも10年以上やってる経験者だったので、説得して自力で下山してるんです。アウトドア好きとは聞いてたけど、そこまで来たらプロじゃない。でもさすがに万が一ということも考えてはいましたので、今も下山が無事完了するまでずっと亮太さんと LINE でやり取りをしていますよ。無事で何よりです。まあもともと山散策も旅行の計画に入れていたので、気持ちを切り替えて楽しみながら下山させてもらいます。それは良かったです。ただ今回は無事で済みましたけど、これがもしも何も準備なしで登山経験もない人間だったらどうなっていたと思います？遭難して最悪帰らぬ人になっていた可能性もあります。大事になるなんて想像もしてなくて。いい年してこんな簡単なことも想像できないなんて、もう呆れます。お父さんたちはこのまま家に帰る予定なのよね？私も今すぐ帰ってお父さんとリオタに言い訳しないと。私の両親の協力で別の宿を手配しました。なので誕生日のお祝いは仕切り直して、これから3人で楽しむ予定です。何それ、私は仲間外れなの？お母さんにはきちんと罪を償ってもらいますからね。冗談じゃない、私も今から車で後を追うわ。場所を教えなさい。車はタクシー代行サービスですでに移動済みです。はあ？そこはバスも通ってませんし、帰るとしたらタクシーを呼ぶくらいしか方法はありませんよ。手持ちのお金は数千円くらいしかないのに。ではそちらの旅館でしっかり働いて宿泊代の支払いをしてください。働く？ちょうど清掃員が不足していて困っていたところだったんです。住み込みが可能なので支払いが終わるまでは帰ってこないでくださいね。冗談じゃないわ、早く家に帰らせて。お母さんに帰る家なんてもうないですよ。どういう意味？お父さんは離婚を決意しました。亮太さんも絶縁するとはっきり言っています。そんな。私を嫌うのはいいんです、ただ今回の行動は命に関わることですし、嫌いだからやってもいいとはなりません。本当にごめんなさい、反省しているので許して。反省することはいいことですけど、離婚も絶縁も決定です。あと宿泊代の支払いも。ならせめて100万の支払いだけは勘弁してもらえない？私も60歳なのよ、いきなり慣れない仕事をするなんてストレスが。なら今回の件を警察に通報します。なんでそうなるのよ。それだけのことをお母さんはしたってことで。警察はやめて。なら旅館で働いて100万円を支払ってください。本当にごめんなさい、あなたが美人なのに嫉妬して少し意地悪しすぎました。はあ、それが理由ですか？何も苦労してなさそうな雰囲気が鼻についてついイラッとしちゃって。くだらない、その程度の理由で置き去りにされた私の気持ちを少しは考えてください。本当に申し訳ございませんでした、どうか許してください。じゃあ誠意を見せる意味で宿泊代を払うか刑務所に行くか、どちらか一つ選んでください。100万円働いてお支払いします。では明日うちの両親から今後の話を聞かされると思うので、よーく聞いてしっかり反省してくださいね。ああ、私の老後は地獄だわ。後日だ。次の日、義母はあの旅館で清掃員として働くことになりました。今までろくに仕事をした経験がない義母は、単純作業にも四苦八苦、さらに旅館は山奥にあるので息抜きに出かけるなんてことも気軽にできる状況ではなく、ストレスはたまるばかりなのだとか。一方私はというと、5時間はかかりましたが無事下山、そして新たに向かった宿で無事お父さんの誕生日をお祝いすることができました。そして今後義母に突撃されたら困るからと、後日家も引っ越し、今は
義父と3人で幸せに暮らしています。義母のとんでもない行動には驚くばかりでしたが、天罰も下ったのですっきりです。なんで1回の買い物で1万も使ってんだよ。先週のまとめ買いのことなんで知ってるの。ゴミ箱にレシートが捨ててあった。証拠隠滅のつもりか。ふざけやがって。家計簿アプリに入力したから捨てただけよ。写真を撮って管理しておけば現物は必要ないからね。主婦なんだから食費は月5000円で十分だろ。それは無理だって。俺の稼ぎで生活してる分際で言い訳するな。私も働いてるわ。駅前の不動産屋でだろ。どうせ簡単なジムパートで稼ぎも大したことないくせに。決めつけはやめて。うるせえ。だいたい普段食費にいくら使ってんだ。月3万前後ってとこかな。お前正気か。夫婦2人で生活するならこれくらい普通だと思うけど。お前と結婚して2年家計を任せていたことを今後悔しているよ。なんでそうなるのよ。食費は普通月5000円だ。3万なんて明らかにおかしい。そんなの無理よ。ここ最近物価も高騰して何かと出費が多いっていうのに。俺の母さんは5000円でやりくりしてた。まさかそんなわけ。親父が稼いでくれたお金を大切にしたい精神で頑張ってくれた素晴らしい母親だよ。何かの間違いじゃないの。物価の差はあったとしても無理があるんじゃ。去年あの世に行った親父は仕事の関係で常に海外にいて家にはいなかったからな。実質2人暮らしだったから5000円で住んでたって言いたいの。そういうこと。にわかには信じられないわ。嘘だと思うなら母さんに聞いてみろよ。真実がわかるはずだから。お母さんに連絡は遠慮しとく。なんでだよ。苦手なのよ、言い方がきついというか。それは母さんの個性なんだし諦めろ。もういいわ。食費に関してはもう少し節約を頑張る。でも月5000円は無理よ。オーバーしたら離婚するぞ。は？妻としての務めを果たせない女なんてただのゴミだ。だから黙って俺の言うことを聞いとけ。わかったな。私の名前はマーヤ。28歳で結婚2年目の兼業主婦です。4歳年上の夫サトシとは婚活パーティーで知り合いました。お互いオタクな趣味があり、アニメやゲームの話で盛り上がり交際がスタート。結婚するまでに至りました。義母のことは苦手でしたが、同居しているわけではないのでそれなりに楽しく暮らしていたのですが、3ヶ月ほど前から私に冷たい態度が多くなり少し気になってはいました。でも今回の食費月5000円発言はさすがに驚いたというか、どんだけアホなんだと正直思ってしまいました。しかし夫は発言だけにとどまらず、今度はこんな行動に出たのです。翌月、私の財布の中に入ってたお金知らない？ああ、あれのことか。今買い物しようとしたら5000円しかなかったの。2万は入ってたはずなのに。俺が没収した。なんでそんなこと。俺は言ったはずだ、食費は月5000円にしろって。だからそれはさすがに無理だとも言ったわよね。できないなら離婚だ。そんな無茶苦茶な。それから明日から母さんがうちに引っ越してくるから。はあ？これからお前のことを監視してもらう予定だ。おっと、母さんから話があるそうだ。これからは私がみっちりしごいてあげるから覚悟しておきなさい。お母さん、しかし妻の立場で夫の稼ぎを散財するなんてひどい女ね。だろ。ほんとこいつと結婚したことを今は後悔してるぜ。そんな風に思っていたなんて。被害者面しないでくれる。元はといえばあなたがきちんと節約をしないからこんなことになったのよ。あの質問なんですが、本当にお母さんは月5000円で食費をやりくりされてたんですか？当たり前じゃない。夫の稼ぎを無駄にしないように私も苦労したものよ。母さんには感謝してる。世界一の母親だと俺は思うぜ。マーヤ、お前も母さんを見習ってちゃんと節制しろ。いいんだね、やっちゃって。母さん並みにやれるもんなら節約してみろ。離婚されないためにもせいぜい頑張れよ。
お手並み拝見といこうかしらね。ちょっとでも散財しようものなら容赦なく指導してあげるから。はい。次の日。ちょっとマヤさん、冷蔵庫に入ってた作り置きおかず、これはどういうこと？それが今日の晩御飯ですが、何かご不満でも？もやし炒めにもやしのナムル、あともやしのみじん切りみたいなやつは何？白米が買わなかったので、もやしをみじん切りにして白米に見立ててみました。もやしをおかずにもやしをどうぞ。こんな栄養素のかけらもないご飯を姑に出すなんて、あなた私をなめてるの？でも月5000円で家族3人となると、もやし以外選択肢はないですよ。なんですって？近所のスーパーでもやしは1袋15円ですからね。一人一袋として1日それを3食、調味料はさすがに買い足しすると仮定したらギリギリですが、3人で月5000円になんとか納めることができます。嫁失格、鬼嫁。今朝離婚したので私は元嫁です。え？詳しく説明するのでサトシも入れますね。母さん、こいつが毎日もやし生活だとかふざけたことを言いやがったから、俺頭にきてさ、離婚届を叩きつけたんだよ。ひどい。夫と姑にもやし料理って嫌がらせにも程があるわ。離婚して大成果、これからはサトシと二人で親子仲良く暮らしていくから、さようなら。その前にお話があります。何を話すのよ。俺は話すことはねえぞ。まずサトシは浮気をしています。はい？何言ってんだお前。ここ最近急にお金に厳しくなったり、私への態度も冷たくなったでしょ。前々からそこが引っかかっててね。女の勘ってやつかしら。それはお前の存在が目立つようになったから、厳しい目で見るようになっただけだ。1ヶ月前に更新所にいらして、あなたの身辺調査をしたの。へっ、小賢しいことをして。お母さんは黙って聞いてもらえますか。アホが喋ると話が脱線するので。なんですって？話を戻すわね。調査の結果は真っ黒だった。アプリで知り合った女子大生に相当な額を貢いでたらしいじゃない。それはその、しかもそのアプリ上でのプロフィールには独身、大手企業のエリート営業マンなんて大嘘まで書いてたとか。そこまで知ってんのか。今その女子大生とファミレスでいろいろと話を聞かせてもらってるわ。エリナちゃんと一緒にいるのかよ。既婚者と分かって近づいていたのなら彼女にも慰謝料をと思ってたからね。でもあなたが独身と偽っていたのなら彼女を咎めることはできないわ。真実は話してないよな。頼むから喋らないでくれ。もうとっくに使えちゃってるわよ。サトシは中小企業勤めの平社員で冴えないおっさんだって。冴えないは余計だろ。あと俺おっさんじゃねえし。女子大生からしたら32歳はおっさんじゃない？うるせえ。しかもあなた、この子に俺は年収2000万だとか大口まで叩いてたんでしょ。そんなこと言ったっけな。 LINE にバッチリ残ってたわよ。でも真実を彼女にはしっかり伝えたし、これでかもられることはなくなるから結果オーライじゃない？かもられてねえよ。毎回デートでお小遣い20万渡してブランドバッグも買い与えたり、食事もいつも高級レストラン、完全にパパ活じゃん。俺とエリナちゃんは真実の愛で結ばれているんだ。プレゼントはその愛情表現で。金のないおっさんとか無理ってエリナちゃんは言ってるけど。嘘だ。今その場であんたの LINE もブロック設定してたから完全に縁を切る気なんだと思うよ。そんな、さっきから何、夫が浮気したくらいでいい気にならないでくれる？それくらい妻なら許容しなさい。そういうわけにはいきません。離婚の原因は浮気によるものなので、サトシさんには慰謝料を請求します。お金まで取るなんて、なんてがめついの。大体俺が浮気に走った原因はお前にあるんだぞ。なんで？お前は変わっちまった。何のことだか。俺らアニメやゲームの趣味が合うからって結婚したのに、結婚してから俺がフィギュアを買えば無駄遣いだなんだって怒ったり、イベントにも自由に行かせてくれなかったじゃないか。そんなことが理由で。まあひどい。自分は散財しておいて夫の趣味は抑制するなんて、とても妻がすることじゃないわ。あなたの給料が激減したから節約しないとって私ちゃんと説明したよね。
激減。バカ、母さんの前でその話はするな。一体どういうこと？サトシさん、営業成績が悪くて、その上サボり癖だったり、社内でも素行が悪かったようで大幅減給を食らったんです。嘘でしょ？前に聞いた時は年収600万って、出世すればさらに上がるとも言ってたわよね。今現在は年収250万ですね。ボーナスも当然なしです。そんなに下がったの？というか600万だった頃もないですよ。確か初任給が400万スタートで、そこから全く給料は上がらずに落ちていった感じです。話が違うじゃない。違うんだ母さん、これはその男のプライドというか。こんなことなら引っ越してきた意味が全くないじゃない。それは一体どういうことでしょう？なんでもないわ、気にしないで。いいえ、気になります。それにお母さんが月5000円で食費をやりくりしていた点もまだ謎が残っていますからね。私をいびる理由もいまいちよくわかりませんし。だから気にしないでってば。で、サトシ、あなた慰謝料はどうするの？貯金はあるのよね？そんなものねえよ、全部エリナちゃんに使ったもん。なんなら借金1000万もあるし。1000万？え、マジ？あれ、更新所でそこまで調べてないのか？更新所も安くないからね、細かい調査まではしてないわよ。まさか借金があったとは。やべ、やらかした。頭がクラクラする。でもさ、確か母さんって親父の遺産を相続したよな。3000万はあったはず。親父がいなくなってまだ1年くらいしか経ってないし、多少は残ってんだろ。それがないから同居の話を持ちかけたんじゃない。ないってどういうことだよ。指が滑った。それにしては流暢に入力できましたね。今のは忘れてちょうだい。たった1年で遺産を使い果たして生活に困ったお母さんは、私たちと同居する以外まともな生活を送る方法がなかったってことですかね。なんて説明すればいいか。もう悪あがきはやめましょう。無駄なんですから。私、仕事をしているわけでもないし、年金なんてはした金も同然。同居する以外方法がなかったの。どうやって3000万も使い果たしたんだ？マンションを買って家賃収入で今後は生活しようと思ったんだけど、騙されちゃって。全額取られたのか？ええ。警察へは行かれましたか？一応捜査はしてくれるとは言っていたけど、お金が返ってくる可能性は低いって言ってたわ。何考えてんだよ。3000万あれば慰謝料も借金もなんとかできたのに。あと、私を露骨にお母さんは嫌ってましたが、それは何か理由があったんですか？結婚当初はまだお父さんも生きてたでしょ。遺産とか狙われないために威嚇のつもりで。サトシに便乗して食費を月5000円にしろと言ってきた意図は？サトシの収入を独り占めしたくて。なんじゃそりゃ。サトシと一緒に暮らすならあなたとは別れてほしかった。そしたら一人分の生活費は減るわけだし、その分を私がもらえれば得だなと思って。しょうもない理由。そんなこと考えていたら、ちょうどサトシから連絡があって、食費で揉めていると聞いたの。これを離婚理由にできればと思って便乗しました。ちなみに親子二人で食費月5000円だったって、あれ絶対に嘘ですよね？はい、嘘です。なんで嘘？あれはお父さんにチクられないためよ。何よ？お父さんって家には常にいなかったじゃない。いろいろと自由に過ごせたものだから、気づいたら結構使いすぎてて。マジで？でも散財していることがバレたら怒られると思ったから、買ったものはレンタルボックスに保管したりして隠蔽してたの。そんな話初耳なんだが。でも食費に関しては、一時帰国している間に食事内容をサトシがお父さんに話したりしたら。まあ贅沢な内容なら散財がバレますね。だからお母さんは節約してるんだよってサトシに言い聞かせる意味でついた嘘だったの。それでも月5000円は無理がありますって。どういう計算をしたらそんな金額に？なりきり純銀伝説って番組は知ってる？見たことはありますよ。確か1ヶ月節約生活のコーナーが人気でしたよね。
あの番組でライフラインと食費で1万円で過ごしてたタレントさんがいたじゃない。なら食費も節約次第で月5000円にできるのかと思って。あれは最終的に海に釣りに行ったり雑草も食べてましたよね。最終日目前では電気も一切使わず暖房器具も当然不使用でしたし、普通の生活とはかけ離れてますよ。じゃあ月5000円ってありえない額なのか。だから最初からそう言ってるでしょ。だって俺結婚するまで実家暮らして食費とかそういうのよく分かんなかったし。あんたと離婚して正解だったわ。俺は大失敗だよ。離婚しても母さんが持ってる親父の遺産はあるし、そんな困ることはないだろうと思ってたのによ。借金1000万、年収250万。サトシ、あんたこれどうするつもりなの。生活だってあるのに。あ、お母さん、慰謝料が抜けてますよ。もう勘弁してくれ。慰謝料の額は弁護士に相談して決めるので、もう少し待ってね。いつまでどうにか手を打ってくれ。なめてんのか。ちゃんと高額請求してやるから覚悟しておけよ。逃げたとしても地獄の果てまで追い回してやるから。あなたは素晴らしい嫁よ。私が評価してあげる。はあ、だからね、今回のことは水に流して、またサトシと一からやり直しなさい。本気で言ってます？まず冷静になって考えてみなさいよ。離婚したのなら周りから見れば傷物なわけだし、再婚も難しくなると思うわよ。ご心配なく、当分色恋はしませんので。それでもあなた仕事はしているのよね。職場の人たちからもあれこれ言われて辛い思いをしちゃわない？そんな性格の悪い人はうちの会社にはいません。そうだ、収入。あなたどうせ仕事はパートでしょ。年収も低いなら一人暮らしなんて大丈夫なの？やっていける？正社員です。年収も600万くらいなので一人暮らしなら余裕ですよ。サトシより高い。たかが事務パートがそんな稼げるわけないだろ。私宅地建物取引士なんだけど。え、あの国家資格の？ええ、それから営業成績も社内トップなの。は、冗談よせよ。この前その成績評価されて社長賞も取ったよ。そんなにすごいの？そういうことなんで。離婚しても私は平気です。お願いだから素直に復縁してあげて。まあや、俺が悪かった。もう一度二人でやり直そう。遺産がないならお前の収入なしでは生活ができない。黙れ迷惑親子。え、迷惑だと？散々人を見下しといて水に流せだと。しかも復縁しろ。寝言は寝て言え。私はただお互い幸せになれる方法を提案しただけで、俺を捨てないでくれよ。マヤ、愛してるから。離婚した方が私は幸せなんです。お母さんもサトシも二度と連絡しないでください。それではさようなら。待ってくれ、せめて慰謝料の金額を。私たちを見てないで。燃やしても食ってろ、アホ親子。後日談。わちゃわちゃしていた離婚騒動から気づけば数ヶ月が経過しました。私は今仕事も順調で、プライベートももともと趣味だったオタク活動をしながら充実した日々を送っています。え、元夫と義母のその後ですか？実はあの後とんでもないことになってしまったようで、元夫には慰謝料200万を請求、借金をする形で無事支払われました。となると元あった借金も含めて負債は1200万。財産分与は最後の情けで折半しましたが、それでも負債はまだまだあるらしく、そこで気が狂ったのか、元夫は会社で横領未遂事件を引き起こしたのです。逮捕は免れたものの、当然会社は解雇になったのだとか。そして怒りの矛先はなぜか浮気相手だったエリナちゃんへ。結果ストーカー規制法に引っかかり、無事オナーとなったそうです。さらに元夫が借り入れしていた先は闇金だったらしく、息子の代わりに返済しろとヤクザに義母は迫られているらしいです。かわいそうに。厄介な特養に嫁いでしまい、散々な思いはしましたが、心機一転、これからは幸せになれるように
頑張りたいと思います。ももちゃん、昨日の飲み会楽しかったね。昨日はありがとう。ももちゃん可愛くてテンション上がった。ももちゃん以外は動物園から来たのかなと思っちゃったよ。え？全員の顔面偏差値低すぎて帰ろうと思ったら、遅れてももちゃんが来たからひゃっほーいってバカ上がり。みんな可愛いと思うけどな。いやいや、ないない。俺顔面偏差値低いの見るとアレルギー出るからさ。昨日もブツブツ出そうになるところにももちゃん登場で助かったよ。そうなんだね。俺昔から顔面悪いの見るとドンキで潰したくなるくらい無理なんだよ。そんなに？本能なのかな。いい遺伝子残したいっていうやつ。顔さえ良ければ中身はどうでもいいレベル。そうなんだ。そんな俺がいいって言ってるんだから、ももちゃん自信持っていいよ。あとああいう友達とはあまり付き合わない方がいいよ。映るから。映らないし、みんないい子だよ。中身で勝負するなら底辺の男狙えって話してさ、俺レベルとどうにかなりたいなんてズーズーしいにも程があるよね。そうなのかな。またご飯行こうよ。今度は二人で。うん、また連絡するね。やった、またね。飲み会で出会ったシューターは私の同級生でした。あちらは全く気づいていないようでしつこく口説いてきたのですが、実は小学校から高校までずっと陰湿な嫌がらせをされていました。物を捨てられたり、変なあだ名で呼ばれたり、無視されたり。大人になっても口と性格の悪さは何も変わっていないシューターを見て、これは復讐するチャンスだと思いました。しばらく相手をして捨ててやろうと思ったのですが、まさかの展開が待っていたのです。ももちゃん、今どこ？もうお店で待ってるよ。迷った？迷ってないよ。もう1時間も遅れてるよ。何かあったの？何もないよ。どうしちゃったの？今日はももちゃんの誕生日なのに。もう終わり。え？だから終わり、もう会わない。別れるってこと？別れる？そもそも付き合ってないけど。冗談だよね。ずっと一緒にいたいって言ったら笑っていいよって言ったよね。だからちょいちょい一緒にはいたじゃん。え、ちょっと待って、どういうこと？付き合ってなかったってこと？なんで私があんたなんかと付き合うの？なんなら今日誕生日ですらないから。え、誕生日じゃないの？ももちゃんどうしちゃったの？サプライズかな。なんでそんなめんどくさいサプライズするのよ。俺今日大事な話があったんだよ。プロポーズでしょ？バレてた？あんたの考えてること全部わかる。単純でひねりがない。ももちゃん、あれ、これももちゃんだよね。ちなみに私ももちゃんじゃないから。どういうこと？私の名前は五十嵐麗華。麗華ちゃん、なんでそんな嘘ついたの？あんたほんとバカね。え、俺何かまずいこと言った？忘れたの？五十嵐麗華。あ、やっと思い出したか。麗華ってあの麗華？あの麗華よ。どうして桃花なんて名乗ったんだよ。あんたに仕返しするためよ。自分がしたこと忘れたわけ？そんな昔のことまだ怒ってるの？昔のこと？あんたにとってはそうかもね。こっちは一生消えない傷なのよ。ももちゃんじゃなくて麗華ちゃん、悪かったよ。謝るよ、ごめん。そんな軽いことまで済まされると？だって昔のことは今さらどうしようもできないじゃんか。これからの俺を見てくれよ。これからの俺？冗談やめてよ。ちょっと待てよ、俺はこんなに誰かを好きになったことないんだ。人生かけてももちゃんを幸せにしようと思ったのに。あ、ごめん、麗華ちゃんを。知らないわよ。麗華ちゃん以外考えられない。絶対幸せにするからさ。小学校から高校まで何の縁かずっと同じクラスで、あんたから逃げたくても逃げられなかった。別の高校に行くために頑張ったのに、なぜかあんたは直前で志願先変更した。あの12年がどれだけ地獄だったか、あんたにはわからないでしょうね。高校は最後の追い込みで上狙えたから変えただけだよ。てか俺そんなにひどいことしたっけ？その程度よね、所詮やった方なんて。そんなに恨まれるほどのことしたかな。
レイカなんて名前こいつにはもったいないからって私の名前あんたが変えたのよ。全然覚えてない。猿山ゴリミ、そうだっけ。誰も私の名前なんか呼んでくれなかった。小学校の間はずっとゴリミって呼ばれてたのよ。本当悪かった。中学になっても高校になっても陰湿な嫌がらせしてたわね。なんでだろうな。好きな子にはちょっかい出すってやつだったのかな。体操服を切り刻まれた。筆箱開けたら虫だらけだった。椅子に瞬間接着剤塗られて大変な目にあった。朝礼で後ろからスカート切られた。やってもない窃盗事件の犯人にされた。あんたから逃れたくて必死で勉強したのに。それすらも邪魔した。俺最低だな。邪魔って何したっけ。図書館まで追いかけてきて、私がトイレに行っている間に受験用の参考書全部捨てたのよ。そんなことした。また同じものを買ってもらえるわけなくて絶望したわよ。成績下がればあんたと同じ大学になる。それだけは絶対避けたかった。でもレイカちゃんって確か S 大学合格してたよな。先生が参考書貸してくれた。またあんたに捨てられたら困るから学校で必死に勉強した。頑張ったんだな。あんたのせいでしなくてもいい苦労したのよ。悪かったよ。本当に反省してるよ。嘘よ。議員のお父さんに全部もみ消してもらってノーノーとここまで生きてきたくせに。親父が勝手にしたことだよ。どうせ泣きついたんでしょ。昔からそう。今もパパと一緒にお風呂入ってるんじゃないの。俺もそろそろ一人立ちするからさ、いつまでも甘えてられないわけさ。へえ、一人立ちね。それにしてもレイカちゃん綺麗になったよな。別人かと思ったよ。よく言うわ。あんだけゴリラゴリラって言ってたくせに。こんな綺麗な子もう二度と会えないと思った。俺なんかと仲良くしてくれて天にも昇る気分だった。あんたは気づかないで必死で口説いてたからね。復讐してやろうと思ったのよ。惚れさせて捨ててやろうって。ひどい。本気で好きだったのに。結婚まで考えて指輪も買ったのに。ひどい。自分がしたことはひどくないの。ガキがしたことだろ。今さらこんなひどい復讐なんてひどすぎるだろ。じゃあ私の12年返してよ。あんたのせいで友達なんか一人もできなかった。みんなが私のことをゴリラが映れって避けた。楽しい思い出なんか一つもないのよ。今はゴリラじゃないんだからいいじゃん。は？どういう理屈？今の俺が今のレイカちゃんを好きだってだけじゃダメなのかな。過去があっての今よ。私は一生忘れないわ。何をされてもいくら積まれても絶対に許さない。ああ、なんだよ、失敗かよ。は？気づいてたよ。お前がゴリミだってことぐらい。え？友達とかけてたんだよ。ゴリミがプロポーズ受けるかどうか。何それ。俺は逆にお前が気づいてないと思ったんだ。偽名まで使って何してるんだろうとは思ったけど、すぐ分かったよ。ゴリラ臭消えてないから。賭けだなんて最低。あんたって何も変わってないのね。卒業してから寂しかったな。一緒の大学に行きたかったのにさ、俺よりいい大学行っちゃうんだもん。もしかして今回会ったのは偶然じゃないの。共通の知り合いがいるって分かって最初の飲み会セッティングしてもらった。大学は遊びで忙しくて思い出せなかったけど、社会人って退屈じゃん。もう少しでゲームクリアだったのにな。信じられない。俺にはエステ勤務とか言ってたけど、大手の出版社なんだよな。すげえじゃん。どうしてそこまで私に執着するのよ。なんでだろうな。考えたことないや。強いて言うならザリガニ見つけたら釣りたくなるのと同じかな。子供の頃から全然成長してないのね。折れた演技も辛かったけど、賭けに負けたのが痛いわ。お前いくらか払えよ。相変わらずの自己中っぷりだわ。でも安心した。少しでもいい人だったら私もさすがに心が痛む。ゴリミのくせに偉そうだな。さてどうしてくれようか。あ、払ってくれる？お金の心配より別の心配した方がいいかもね。なんだよ。お父さんお元気？親父がどうしたんだよ。今度国政に出馬するらしいじゃない。素晴らしいわね。よく調べてるな。
息子はその後を継いで釘専出馬か。そうだよ、今度から先生って呼べよ。地盤があるからこのままだと当選しちゃうかもね。当たり前だろ、親父の地盤は盤石だ。スキャンダルは困るわよね。おい、お前何するつもりだよ。手始めに週刊誌とかどう？冗談やめろよ、選挙妨害だ。まだ立候補すらしてないじゃない。息子の区議選よりお父様の国政選挙にどう響くかよね。権力を使ったもみ消しなんて世間は嫌うわよ。やめろって。お父様の当選後がいいかしら。どちらにしてもあなたにとっては厳しい結果になりそうね。あなたみたいな人間を政治家にしたら有権者の利益にならない。脅すのか。惚れさせて捨てるっていう計画が失敗したので、たった今プラン B に変更しただけです。あんたを苦しめるならどっちでもいいわ。親父は関係ないだろ。関係あるわよ。息子が悪党だって知ってたくせに、叱るどころか守ってきたんだから。本気で週刊誌に話すの？話すわ。彼氏の知り合いに週刊文頭の記者がいるの。え？てか彼氏いたのかよ。まあ、私がつけた日記もあるし、あんたたちがクラスラインにさらした動画も保存してある。このラインのスクショも撮っといたわ。これを見てあなたに投票する人がいるかしら。やめろ。はい？人に物を頼むのにその言い方は何？俺も親父も大事な時期なんだ。マスコミだけは勘弁してくれ。勘弁してください。そうよね、今が大事な時期だもんね。そうなんだ、今はネットですぐ拡散されて叩かれる。こんなこと広まったらうちは終わりだ。そうだよね。所詮子供がしたことじゃないか。小さいことは水に流せよ。はい、アウト。え？あんたのスピーチ次第では少し考えてやろうかと思ってた。二人の人間の人生を左右する出来事だから。そうだ、お前に左右する権利はない。でも今の小さいことで完全にアウト。残念でしたね。チャンスを棒に振りましたね。麗華、頼む、この時期のスキャンダルは困る。私は一ミリも困らない。この時期に全て公になって、親父にどんだけ迷惑かかると思ってんだよ。私に迷惑かけたとは思ってないのね。やっぱり根っこから腐ってるのよ。一度全て失えばいいわ。そんなひどいことしないでくれよ。今までくっついてきた取り巻きは全て消えるわね。断言する、あんた自身の人間としての魅力はゼロだもの。あいつらは友達だ、そんなわけない。小学校の頃からお金で釣ってたじゃない。みんなあなたの後ろにいるお父さんにビビってただけよ。週刊誌だけはやめてくれ。明日おやつと謝罪に行く。土下座もする。だからそれだけは許してくれ。土下座か、それはちょっと見たいな。でもいいや。お願いします、お願いします、お願いします。無理です、無理です、無理です。慰謝料か、いくらでも払う。はい、完全アウト。分かってなさすぎて笑えてきた。金じゃなきゃ何なんだよ。周りから人がいなくなる恐怖、昨日まで話してた友達が離れていく寂しさ、存分に味わってね。ボス皿も陥落することあるらしいよ。猿に相談してきたら。じゃ、記事お楽しみに。彼氏が情報提供すると知り合いの記者はすぐに動いてくれました。私の両親や同級生、当時の担任にまで取材をして裏を取り記事にしてくれたのです。 SNS のフォロワーが5万人いる友人が記事を拡散してくれた結果、軽くバズってしまい、ネットでもかなり叩かれていました。シュータ親子はマスコミに追いかけ回されることになり、二人とも出馬は取りやめたそうです。これでやっと私も過去を振り返らず、前を見て歩いていけそうです。私は付き合っていた彼と結婚し、子供もできて幸せに暮らしています。もしこの子が同じ目にあったら、私は全力で守りたいと思います。あなたたちのママ友会って本当レベル低いよね。学生の飲み会じゃないんだからさ、本当前の学校とは大違い。え？こないだの私の歓迎会よ。うち転勤が多いから転校はしょっちゅうだけど、あんな歓迎会されたのは初めて。ママ友会行きつけのお店なんです。チェーン店の居酒屋なんて舐め腐ってんのかって話。どうしてもすぐに歓迎会を開いてほしいっておっしゃるから、あのお店しか予約できなくて、まさか自分からせかされるとは思いませんでしたけど。
私、ワインが飲めるところじゃないとダメなのよ。ああいう店のワインってクソまずいじゃない？ワイン飲まれる方がいないので意識したことありませんでした。私の血管には赤ワインが流れてるの。どっかで聞いたことが。将来はフランスに移住して朝からワインを飲むのが夢なの。それはそれは。そんな私にあんなしょぼい店でしょぼい料理出してしょぼい酒飲ませてただで済むと思ってる？いや、ああいうものは気持ちですし、まずは何より距離を縮めることが大事かなって。距離？そんなのないわよ。私は転勤慣れしてるって言ったでしょ。自分から歓迎会やれって言われるとは初めてで驚きました。私が言わなきゃあんたたちボンクラ気が利かないんだから一生やらないでしょ。そしたら私とお近づきにもなれないでしょ。まあそうかもしれませんね。夫は一流企業のエリートよ。転勤は多いけど収入が多いから我慢できてるわ。ハイボールとレモンサワーで盛り上がれる凡人と一緒にしないで。レモンサワー美味しいのに。そういうわけで歓迎会はやり直しして。は？歓迎された本人が納得していないのやり直すに決まってんでしょ。いやそれはちょっと厳しいかと。なんでよ。みんな母親ですし、そんなに頻繁に飲みに行ったりできるわけじゃありません。だから何？え？私がやり直せって言ってるのに都合つけられないわけ？涼子さんのご家庭がどうかは知りませんが、ママさんたちってそんなに頻繁に飲みに行ったりできませんよ。私はできるから大丈夫。だってこの間の飲み会でも涼子さん飲み放題にないのリンク頼んでかなり予算オーバーしましたし、みんなそんな余裕ないですよ。は？私におごる価値はないって言いたいの？一度目はいいですが、二度目ともなると金銭的にも時間的にも厳しいと言ってるんです。どうか分かってくださいよ。信じられない。こんなママとも出会ったことない。今までの人たちはみんな気持ちよく歓迎してくれたのに。前はどうか知らないですけど、前回の歓迎会が私たちの精一杯なんです。どうかあれで勘弁してください。ふーん、なるほどね。私なんて仲間に入れたくないってそういうことなのね。そんなんじゃないですって。転勤してきて不安な毎日なのに、さらにママ友からいびられたら私精神的におかしくなりそうよ。涼子さん、知り合いに弁護士がいるの。ちょっと相談してくるわ。え？言っとくけど私訴訟とか一度や二度じゃないから覚悟しておいてね。裁判とか訴訟とかよくわかんないです。やめてください。日本はもっと弁護士を使うべきよ。アメリカは何かあればすぐ訴えるんだから。聞いたことありますけど。じゃあ訴状を待っててね。私は文野、37歳の主婦です。小学5年生の娘がいます。先日引っ越してきた涼子さんも同い年の娘さんがいます。小学校のママ友達とは 2,3 ヶ月に一度集まって飲み会をしています。そのいつも行く居酒屋で歓迎会をしたのが気に入らなかったらしく、たまたま幹事だった私にクレーム。私たちの会は安い居酒屋でワイワイやるのが恒例なので、お高いワインのお店なんて気が引けてしまいます。さすがに2連続で飲み会は厳しいし、まさか訴えはしないだろう。放っておいたのですが、私はそれを後悔することになるのでした。涼子さん、弁護士さんからお電話ありました。本当に訴えるんですか？言ったでしょ、私をバカにするからよ。訴訟とか慰謝料とか示談とかなんか難しい話ばかりされて私もびっくりしちゃって。あなたも弁護士立てたらいいじゃない。そんなお金ありません。じゃあ私の勝ちね。どうしたら許してくれるんですか？示談金100万円で手を打つしかないんじゃないの？そんな払えませんよ。じゃあ諦めるのね。大事にしたくないんです。あなたが私に立てつくからいけないんじゃないの？立てついた覚えはないのですが。歓迎会やり直したら訴訟のことは考えてもいいわ。え、本当ですか？ワインと料理の美味しい店くらいこの街にも一つくらいあるでしょ。多分そこで心の底から私のことをもてなすのよ。そしたら訴訟取り下げてあげてもいいわ。みんなに相談してみます。これでやっとママ友としてうまくやっていけるわね。私のことは味方につけておくと得よ。博識だし人脈もすごいから。そうなんですね。じゃあ今週の土曜日で。そんなあと2日しかないです。
みんなの予定もありますし、せめて来週にしてください。来週は旅行なの。再来週までは待てないから、今週しか無理ね。調整してみます。仲良くしましょうね。楽しみ。昨日は飲みすぎて覚えてないわ。それだけ楽しかったってことね。よくやったわ。褒めてあげる。楽しそうでしたね。でも結局4人しか集まらなかったとか、あなた本当に仕事ができないわね。みんな突然だったので予定が合わなかったんです。何を差し置いても私を歓迎するでしょ。ほんとこんなところに引っ越してくるんじゃなかったですね。まあでもお店はなかなか良かったわ。褒めてあげる。私の行きつけにしてあげてもいいわね。ぜひぜひ。私どれくらい飲んでどうやって帰ったの？ワインは白を3本、赤を4本飲まれていました。帰りは電話して誰かにお迎えに来てもらっていましたよ。そうなんだ。楽しすぎて飲みすぎたのよ。たまにはいいでしょ。まあいいんじゃないですか。自腹なんで。は？私たちの分はきっちり割りました。一人5000円くらいだったかな。痛い出費だけど美味しかったので、まあ OK です。私たちの分ってどういうことよ。歓迎会じゃなかったの？歓迎会なら前回やりましたよね。だから今回はやり直しってことで。最初は訴訟で脅されたし、そのつもりだったんです。それにこれから仲良くやっていくなら、最初に嫌な思いをさせたままじゃいけないよねって思ってたんですが、事情が変わりまして。何よ事情って。あなたの嘘が全部バレたからです。は？まず電話で弁護士を名乗った男、あれ嘘ですよね。そんなわけないじゃない。どこにそんな証拠があんのよ。ママ友がカフェでお茶してたら、あなたと男性が後ろに座ったって。え？弁護士のふりしてとか、適当にやってもバレないわとか、明らかに不穏な会話を録音してくれました。それは録音聞きましたけど、ずいぶんイチャイチャしてますね。旦那は出張でいないとか言ってるから、これは彼氏さんですか？違う。それからあなたが前に行ってた学校なんですけど、うちのママ友が引っ越した先がそこなんですよ。へえ。あちらでも有名だったみたいですね。金払いの悪さと傲慢さで。そんなはずないでしょ。うまくやってたわ。で次は旦那さんが一流企業のエリート。これも嘘ですね。あ、別に一流じゃなくても何とも思いませんけど、引っ越しの理由は転勤じゃなくてあなたのトラブルらしいじゃないですか。いや、前の学校ではママ友の家で泥棒したり、晩ご飯たかりに行ったり、みんなから少しずつお米もらったり、なんだかせこいことしてたらしいですね。それ私じゃないわ。誰かと勘違いしてるのよ。飲み会の時の写真送ったら間違いないって言ってましたけど。ったく、余計なことするなよ。そして昨日、ワインはみんなで1本開けたら帰りましょうねってなってたのに、一人で勝手に注文しまくってガブガブと品のない飲み方して。品はあるわ。最後ラッパ飲みしてましたけど、あれが品って言うんですか？そんなことしてた？そんなに飲んでも払えませんよって言ってるのに、歓迎会だろって突然切れ出して手がつけられませんでした。あら。私たちはコース代金は割り勘でお会計を済ませて帰ったので。どうして私の分も払わないのよ。あんな額払えるわけないからです。いくらなの？30万ですよ。はあ！私もびっくりしました。でも当たり前ですよね。店のワインで高い順に持ってこいって自分でおっしゃってましたから。それはあんたたちが払うと思って。どうして普段レモンサワーを飲む私たちが他人の飲むワインに30万払えるんですか？考えればわかるでしょ。だって歓迎会だし。いい機会なので言わせてもらいますけど、正直歓迎していません。そんな。まだ仲良くもなってないのに文句言ってきたり訴えるとか言い出したり、とてもじゃないけどうまくやっていける自信ありません。ひどいわ。お子さんがかわいそうです。あなたに振り回されて。そうなのよ。だから仲良くしてほしいの。だったら心を入れ替えることです。わかったわ。男とも別れる。酒もやめる。そういう約束は旦那さんにしてください。私には関係ないことなので。いろいろと相談に乗ってほしいの。私本当は友達なんてできたことなくて。考えておきます。悪かった。全部私が悪かった。これがバレて離婚でもされたら本当に私は終わりよ。あの、
本当に何も覚えてないんですか？え？昨日私の細胞を読むから待ってろって旦那さんも呼んだんですよ。嘘でしょ？浮気相手もいるのに呼んでもいいのかなってヒヤヒヤしてたんですけど、結局鉢合わせ。彼氏はどうしてた？走って逃げました。最悪。旦那さん手持ちがないからって後日必ず払いますって謝り倒してました。日曜日なのにどこか出かけてていないみたい。怒ってるわよね。でしょうね。あとは旦那さんが帰ってきてから話し合ってください。どうにか助かるように相談に乗って。お力になれそうにありません。頑張ってください。無理よ、お願い助けて。その後涼子さんは旦那さんにこっぴどく叱られたそうです。涼子さんのせいで何度も転校を余儀なくされたかと思うと、旦那さんとお子さんに心から同情します。旦那さんは離婚を決断。今は話し合いを進めているそうです。たまに涼子さんを見かけます。最初の頃とは別人のようになってすっかりおとなしくなりました。本当にお酒もやめたみたいです。私は相変わらずレモンサワー飲んでます。皆さんの好きなお酒も教えてください。イマレちゃんの婚約者とホテル行っちゃった。還暦前のおばさんに婚約者を取られた気分はどう？え、さすがに冗談ですよね。もうおばさんってば面白い。冗談じゃないわよ。ほらこれ。え、これってケイタ？しかもここってホテルに決まってるでしょ。冗談じゃなくて残念だったわね。さすがに何かの間違いですよね。だって私はケイタと結婚する予定で。ケイタくんって名前だっけ？あの子は私に本気になってるみたいだけど、私は本気になれないのよね。だって私がケイタくんを奪ったのは結婚するためじゃないもの。じゃあなんでこんなことを？それはね、イマルちゃんをマルオと結婚させるためよ。マルオっておばさんの息子の？それ以外誰がいるのよ。ほら、イマルちゃんってマルオと結婚の約束してたでしょ？確かにしましたけど、それは幼稚園の頃の約束ですよ。そんなのが未だに有効なわけがないじゃないですか。有効よ。いつ婚約破棄したの？してませんけど。じゃあまだ有効ね。なのにイマルちゃんってば、婚約しましたなんて挨拶に来て堂々と浮気するなんて信じられない。浮気じゃありません。マルオだって私と結婚する気なんてもうないと思いますよ。聞いてみなきゃわからないでしょ。それとも証拠でもあるの？マルオ、大学時代に彼女ができたって連絡してきたんです。さすがに私と結婚する気があるなら彼女ができたなんて連絡よこしてくるはずありません。男は解消って言うでしょ。本命以外にももう一人彼女がいるくらいがちょうどいいの。さすがにそれは時代錯誤だと思います。それに私、大学卒業してから丸尾が何をしてるのか知りません。就職してから連絡も取らなくなっちゃったので、何してるのか知らないほどの関係性で結婚なんて考えられません。じゃあ教えてあげる。丸尾はね、自分の人生を自由に楽しんでいるのよ。お仕事は？確か同じ医学部に入ったって言ってた気がするんですけど。あの子は仕事に縛られないの。何もかも自分の思うままに生きてるのよ。それってつまりニートってことですか？さすがに自立してない人との結婚は難しいです。結婚したくないって言いたいの？でもね、丸尾をニートにしたのはイマルちゃんなんだからね。え？イマルちゃん、丸尾と同じ医学部に入ったでしょ。順調に国家試験に受かって医者になって幸せそうでいいわね。でもね、そのせいで丸尾はこんな風になっちゃったの。ちょっと言ってる意味がわかりません。女であるあんたに先を越されてショックを受けてやる気をなくしちゃったの。私が悪いんですか？当たり前よ。せっかく丸尾を医者にしようと思ってたのに、私の計画が台無しよ。だからせめてあなたが責任を取って丸尾と結婚しなさい。嫌です。そんな理由で丸尾と結婚させようとするなんて変ですよ。私を丸尾と結婚させるために婚約者を奪うのもおかしいし。私の計画をぶち壊して丸尾をおかしくしたのはイマルちゃんでしょ。早く責任を取りなさい。無理です。もう花江さんには嫌悪感しかありませんから。とりあえず私たちはこのまま婚約破棄することになると思います。後日慰謝料の請求の書類を送るのでよろしくお願いします。慰謝料？そんなの払うわけないでしょ。さっき花江さんから証拠を渡してきたんだから裁判までしますよ。
自分の婚約者の職業忘れたの？弁護士よ弁護士、こっちには弁護士がついてるんだから、慰謝料を払わなくてもいいように計らってもらうわ。あ、そうそう、またイマルちゃんに彼氏ができても私が奪ってあげるわ。マルオ以外の人との結婚なんて絶対に許さないから覚悟しておきなさい。私はイマル、28歳、先月婚約したばかり。これから彼と幸せな家庭を築いていくのだと信じていた。しかし今日になって幼馴染のマルオのお母さんである花江さんから突然の略奪宣言、ご丁寧に証拠写真まで送ってくるという周到さ。この前昔よくしてもらったし、数年前に旦那さんを亡くしたから寂しいって言ってたからと思って花江さんに婚約の報告に行った。その時、そうなの、幸せになれるといいわねって含みのある言い方をされたのが引っかかってたんだけど、まさかこんなことになるなんてね。私はすぐに浮気で婚約破棄、花江さんと婚約者の啓太に慰謝料の請求をした。しかし花江さんは慰謝料の支払いを拒否、仕方なく裁判を起こしたんだけど、裁判所からの呼び出しも無視された。連絡しても裁判の話をしたら連絡が途絶えるし、丸尾と結婚しろしか言わない。私は平行線をたどるばかりだった。数ヶ月後、何度裁判に呼び出しても無駄よ、私は絶対に慰謝料なんて支払わないからね。そろそろ慰謝料なんて諦めなさい。そんなに慰謝料が払いたくないならあんなことしなければよかったんですよ。だってそうしないとあのままイマルちゃんは結婚してたでしょ。イマルちゃんには丸尾と結婚してもらわなきゃいけないの。私の目的は婚約者を自分のものにするためじゃなくてね、イマルちゃんと丸尾を結婚させるためなんだから。なんでそんなに私にこだわるんですか。女の人は他にいくらでもいるじゃないですか。あなたじゃなきゃダメなの。だってイマルちゃんと丸尾が結婚したらご近所のみんなに自慢できるでしょ。は？お隣の鈴木さんの娘さんは弁護士になったっていうし、お向かいの田中さんの息子さんは飛行機のパイロット、うちの息子だけ何の自慢にもならないじゃない。小学校の頃は振動なんて言われたけど、今じゃニートよニート、何の自慢にもならないじゃない。花江さん、子供を何だと思ってるんですか。そんなのアクセサリーみたいなものに決まってるでしょ。育児っていうのは育成ゲームみたいなもの、子供の職業で自分の育児方法がどれほどすごいのか競うのよ。それ本気で言ってるんですか。当たり前でしょ、みんなに自慢するために一体いくら教育費をかけたと思ってるのよ。子供英会話に学習塾、ピアノ、バイオリン、体操教室にパソコン教室、あの子を育てるのに何百万、いえ何千万もかかってるのよ。今までかけた元を取るためにも、あの子にはせめてすごい職業の人と結婚してもらわなきゃいけないの。信じられない。イマルちゃんならお医者さんだし、この辺りで一番大きい病院に勤めてるでしょ。それに加えて幼馴染だなんて最高にポイント高いんだから、最後にこのくらいの親孝行はしてもらわないと。そんな理由で私と結婚、しかもそのために私の婚約者を奪うだなんてどうかしてますよ。この気持ちは親にならないとわからないわよ。ほらイマルちゃんって産婦人科の先生でしょ、早く子供を産みたいでしょ。だから手近な男、つまり丸尾とさっさと結婚して医者としての信用を勝ち取りなさいな。そんな気にはなれません。自分の婚約者を奪った人の思い通りになるなんて無理。じゃあイマルちゃんは信頼されない医者のままでいいってことなのね。志が低いのね。そんなお医者さんにかかりたい人なんているのかしら。何が言いたいんですか。イマルちゃんは信用に足らない最悪な医者だって言いふらしちゃおうかなと思って。は？どこが信用できないんですか。だって一生出産したくないんでしょ。それに出産を経験してない産婦人科医なんて信頼できないわ。そんなこと言ってませんし、出産を経験しなきゃ産婦人科医として未熟ってわけじゃないんですよ。何のために勉強してると思ってるんですか。だって経験は一番の知識よ。妊婦に寄り添いたいって気持ちはあなたにはないのね。あります。私もこんなことしたくないんだけど、イマルちゃんが冷酷な医者だって知って黙ってるわけにはいかないわ。冷酷な医者だと思われて医者の人生を終えるか丸尾と結婚するか選ばせてあげるわ。少し考えさせてください。少しってどれくらい。まだ婚約破棄のことも私の中では決着がついてないんです。数年は。わかったわ、3年だけ待ってあげる。その間に丸尾と結婚しなかったらイマルちゃんの悪評をこの町全体に広めてあげるわ。
そうそう、間違っても他の男と交際なんてしないことね。そんなことしたらまた私がトラウマを植え付けてやるんだから。3年後、やっと丸尾と結婚したのね。ここまで長かったわ。そうなんですよ。やっぱりあなたたちはお似合いだと思ってたのよ。これで私も安泰ね。花江さんのことを相談し合ってるうちに仲良くなりまして、それもこれも花江さんのおかげです。ありがとうございました。いいのよ、うちにお嫁に来るとなれば決めることはたくさんあるわね。決めることですか？当たり前でしょ。これからたっぷりと親孝行してもらわなきゃいけないんだから。早速だけどうちに同居してもらうわよ。何か勘違いしてませんか？結婚したんでしょ。何も勘違いなんてしてないわよ。そうそう、あとね、あなたは嫁として私を敬うこと。いや、やっぱり勘違いしてますよ。もちろんお給料は全額私によこすのよ。あなたたちのものは全部私が管理してあげるから。あ、早く子供を産んでもらわなきゃね。人生何があるかわからないんだから、孫を抱くのは早いに越したことはないわ。ちょっと、出産したらやっぱり産休と育休でお給料は減るのかしら。せっかく高給取りなんだから休んだら損よね。育休はさっさと切り上げて早く稼いでね。あとは、ちょっと落ち着いてください。何よ、私のお祝いムードに水を差さないでちょうだい。お祝いっていうか無茶ぶりの嵐ですよ。ところで花江さん、何か気づくことはありませんか？何？何か変なところでもある？丸尾のことなんですけど。知らないわね。どうせまた今日も部屋に引きこもってるんじゃないの？本当にご近所さんに自慢することしか興味ないんですね。今朝から丸尾家にいませんよ。っていうか荷物ごと消えてるんですけど。え？そうなの？ただ出かけたんじゃなくて？なんでそんなことを？もうその家には帰らないって言ってますよ。これからしばらくは私の実家に住むことになりました。え？同居は？同居してくれないとポイントが下がるじゃないの。丸尾はうちに婿入りしたんです。今後はうちのルールでやらせてもらいます。何よ、勝手なことしてるのよ。そんなの横暴よ。訴えてやる。丸尾もいい大人ですし、自分のことは自分で決めます。花江さんが訴えたところで丸尾の婿入りは止められないと思いますよ。あんな出来損ないが欲しいの？だってニートなのよ。そっちに行っても何の役にも立たないでしょう。私ならあの子がいれば医者の嫁を取った息子っていう自慢のネタとして有効活用できるんだから、二人一緒に戻ってきなさい。丸尾のことを出来損ないだと思ってるのは花江さんだけですよ。は？今朝から丸尾、うちの両親に褒められっぱなしですよ。こんないい男、今るにはもったいないとか言われたくらいです。丸尾がいい男？あんなニートが？花江さん知らないんですか？丸尾、仕事してるし有名人ですよ。え？在宅でずっとプログラマしてて、その業界では有名人。いろんな会社のセキュリティとかを開発してるみたいで、めちゃくちゃ稼いでるらしいです。そんなわけないでしょ。だって大学は医学部に行って私も医者になるように言ったのよ。丸尾って無気力系じゃないですか。花江さんと口論になるのが面倒くさいからって、とりあえず大卒の資格を取って独学でプログラミングの勉強をしたって言ってました。元から医者になる気なんて一切なかったそうです。そんな、知らなかった。私は騙されてたの？なんで私に黙ってそんなことを。小学生の頃から花江さんに無理やり連れて行かれたパソコン教室で興味を持って、それからずっと将来の夢はプログラマだったそうです。花江さんが丸尾の興味と才能の方向を見出せてあげたら、在宅ワークのことも教えてもらえたはずなのに。そうと知ったら話は別よ。さあ丸尾を返しなさい。どうせいやいや結婚したんでしょ。離婚してもいいわよ。嫌ですね。一応この3年間愛を育んできたんです。そう簡単に返すわけにはいきません。それに丸尾も帰りたくないって言ってることですしね。返さないならあんたの悪評を街中に広めてやる。実は医療ミスを何度もしてて、お金で隠蔽してるとかね。それって脅迫ですよね。警察に行きましょうか。え？その覚悟があって言ったんですよね。それは諦めて私たちに干渉するのはやめてくれませんか？だって丸尾がそんなすごい人だって知らなかったんだもん。花江さんは今まで丸尾のどこを見てたんですかね。自分の考えを押し付けるから丸尾のすごいところが見えなくなっちゃうんですよ。そうだ、今後のことなんですけど、その家から出て行ってもらえますか？なんでよ、私から息子も埋まって家まで乗っ取るつもりなの？そんなことしたら逆にあんた訴えてやる。乗っ取るも何も、その家って花江さんの家じゃありませんよね。
私の家に決まってるでしょ。私の夫が買ったものなんだから私のものよ。相続の時のこと覚えてないんですかってマロウが言ってますよ。花江さんは現金を相続して、家と土地はマロウが相続したんですよね。今まで花江さんが固定資産税を支払ってたんですか。固定資産税？何のこと？よくそれで今まで生きてこれましたね。っていうか固定資産税のことを知らないからマロウが無職だと思い込んでたのか。とにかくその家は取り壊して私とマルオの新居を建てるんです。早く出て行ってくださいね。そんなの困るわ、家がなくなっちゃうじゃない。どうぞお好きなところへ引っ越してください。無理よ、夫の遺産も残り少ないの。引っ越したら残りの人生どう生活したらいいの。働けばいいんじゃないですか。私に聞かないでくださいよ。あ、お金の話で思い出した。まだあるの。婚約破棄の慰謝料の支払いよろしくお願いしますね。こっちには裁判の判決があるので。え、裁判所に行ってないから判決は出てないんじゃないの。時効になるまで逃げ切ったら慰謝料は支払わなくていいってひまるちゃんの元婚約者から聞いたんだけど。そんな決まりありませんよ。でも弁護士がそう言ったのよ。あー、私も最近知ったんですけど、あいつ弁護士でも何でもありませんよ。ただの大嘘つきです。そんな、花江さんのおかげで助かりました。私との結婚をやめて花江さんに本気になったのもきっと遺産が目当てでしょうね。花江さんには嘘つき野郎との結婚を阻止してもらったり、こんないい夫を紹介してもらったり、感謝してます。そんなのってないわよ。じゃあ私は慰謝料を支払わなきゃいけないの。もちろんです。とんずらするっていうのは強制執行で無理やり奪ってもいいんですよ。支払うしかないのね。おとなしくそうしてください。じゃあ家の明け渡しと慰謝料の件よろしくお願いします。後日談。その後花江さんは天涯孤独の身となり、引っ越しと慰謝料の支払いでほとんど無一文同然となった。あの後我が家に息子を返せと張り込みしてきたから、警察に届けて接近禁止命令を出してもらった。今どこで何をしているのかは不明。風の噂では60歳を超えて職歴のない人を雇ってくれる会社もなく、細々と暮らしているらしい。人に自慢するためにここまでしたのに、今ではひそひそされる孤独な生活をしている。一方の私たちはなんだかんだで幸せに暮らしている。結婚後すぐに私のお腹には新しい命が宿り、この子に会えるのが楽しみで仕方がない。あんなことがあって複雑な心境ではあるけど、今の幸せをかみしめながらもっともっと幸せになろうっと。タコみたいな顔してるからお寿司屋さんとかやってるの？そうなんです。タコ界の中じゃ美人だってもっぱら評判なんですよ。タコにブスも美人もあるかっつーの。そういう静香さんは玉みたいな体型だからパチンコに入り浸りなんですか？は？フィーバーしてるから保育園のお迎えに間に合わなくて先生から何度も注意されてるんでしょ？だったら何よ。他のママ友に一緒に連れて帰れってお願いしてるらしいじゃないですか。ついでなんだからいいでしょ。親以外は引き取れないし、みんなその幾度断るのが億劫ですごく迷惑してるんで、パチンコなんかもうやめた方がいいですよ。私の趣味に口出ししないで。人に迷惑をかけた時点で趣味ではありません。ちょっと高めの寿司屋を経営してるからって本当に偉そうよね。別に寿司屋じゃなくても注意はしますけど。いや、儲かってるからって私たちママ友を下に見てるの知ってるんだから。心外です。そんなつもりありません。夜のコースで3万だっけ。ふざけた値段だよね。庶民は近づくなってか。一等地で一流の職人と素材で勝負してるんです。それくらいはどうしても言っちゃいますよ。ママ友が言ってたわ、夫婦で行ってお酒飲んだら10万超えたって。ぼったくりすぎじゃない？適正価格です。味は確かなんでしょうね。それは保証しますよ。芸能人やスポーツ選手なんかもご贔屓にしてくださってますし。へえ、そうなんだ。そこまで有名なら一度食べてあげてもいいけど。ぜひ。テイクアウトってできるの？ご予約いただければお受けできないこともないですよ。夏場じゃなければ大丈夫です。人に勧める前に味見したいからタダで食べさせて。はい。今度夫の親戚の法事があるの。そこで30人前注文するから先に味見させなさいよ。それは無理です。味見なんてシステムはやってませんので。
だったらうまいかどうかわからないじゃない。それでしたら確実にうまいと思えるところにお料理を頼んでください。せっかくあんたの店を使ってやろうと思ったのに。3万のコースを味見でお出しするわけにはいきません。どうぞ他を当たってください。わかった。じゃあ今回は特別に味見なしでいいわよ。ご注文いただけるんですか？パチンコで勝てば寿司代くらいちょろいもんだわ。すごい、パチンコってそんなに儲かるんですね。余裕よ。あの、予約はホームページからお願いできますか？電話じゃダメなの？はい、仕出しの場合はトラブル防止のために予約システムを通していただいてるんです。めんどくさいわね。よろしくお願いいたします。ご親族の方が喜んでいただけるよう精一杯ご用意させていただきますので。頼んだわよ。私の顔を潰したら許さないから。承知しました。お代は3万円の30名様分で90万になりますが、よろしいでしょうか？問題なし。ご注文ありがとうございます。予約当日。高級寿司30人前、やっぱりキャンセルね。はい。だからもういらないんだってば。あの、すでに出来上がってまして、あとはお届けするだけなんですが。夫も親戚もそんな高い仕出し頼むやつがあるかって切れちゃってさ。こないだは余裕で出せるわと言ってませんでしたっけ？パチンコで勝てばの話でしょ。大負けしちゃったのよ。だから無理。それじゃあすまないんですが。そんなこと言ってもしょうがないじゃん。王子は3000円の弁当で済ますことにしたらしいから、もういらないの。これだけの量をどうしろと。さあね、自分で食べれば。もちろん代金の90万は払っといてね。代金のことはともかく、これだけの食材が無駄になると考えただけで心が痛みます。そうだ、夜の営業に回せば。朝握った寿司を夜に出す寿司屋がどこにあるんですか？スーパーなんてそんな感じじゃん。スーパーも努力はされてると思います。ただうちはそういう出し方はできません。じゃあホームレスにでも配ってくれば大喜びするんじゃない？適当なこと言わないでください。じゃあママ友に配りなよ。みんな喜ぶんじゃない？3万の寿司がタダで食べられて、あんたの株も上がるし、ラッキーじゃん。そうですね。誰かにもらってもらうしか方法はなさそうです。うちも3パックくらいなら引き取ってあげていいよ。あなたにはうちの寿司を食べていただきたくありません。はあ？うちの職人はこのために寝ずに準備したんです。それをいとも簡単に謝罪もせずドタキャンした人に食べさせる寿司はうちにはありません。出た、プライドエベレスト女。あんたのそういうところが敵を作るっていい加減気づいたら。私に敵なんていませんけど。少なくとも私はあんたのことが大嫌いだけどね。では関わらないでくださいよ。心配しなくてもこれで最後だよ。それは嬉しい限りです。最後にギャフンと言わせることができた。無駄にした魚たちに襲われる夢でも見ろ。あなたも巨大なパチンコ玉に追いかけられる夢でも見てください。好きに言ってなさい。さてと、3000円のお弁当食べよう。おいしそう。翌日。結局ママ友に配ったんだ。関わるのは昨日で最後じゃなかったんですか？いや、ママ友がこぞってインスタにお寿司の写真あげて、ハッシュタグゴチになりますって書いてたから、太っ腹な人ねと感心してるのよ。皆さんが感謝してるのはあなたに対してですよ。ああ、私がドタキャンしたおかげでありつけたって意味ね。なるほど。違います。心から静香さんへの感謝の気持ちでハッシュタグつけたんですよ。は？意味わかんないんだけど。静香さんのおごりだから好きなだけ持ってってって言ったら皆さん大喜びでして、お寿司も廃棄処分にならなくて本当に良かったです。私キャンセルしたよね。おごるなんて一言も言ってないんだけど。何言ってるんですか？あなたのカードで支払い済みですよ。は？私お金なんて払ってない。サイトから予約するとき Amazon アカウントでログインしましたよね。そうよ、個人情報とかの入力するの面倒だったから。支払い方法が Amazon Pay になってたようで、 Amazon に登録されているクレジットカードで決済は完了しているようです。嘘。うちは予定通り90万が入金されるし、お寿司は無駄にならなかったし本当に助かりました。この度はご利用誠にありがとうございました。待ってよ、寿司で90万ってありえないんだけど。
うちとしても本当にありがたく思ってます。冷静に考えてみて、私一貫も食べてないのよ。はい、あなたが頼んであなたがキャンセルしたんだからそうでしょうね。それを勝手に人に配って食べさせたのはあんたよ。そっちが払うべきじゃない。食べる気も払う気もないのに注文した挙句、わざわざ当日にドタキャンした人が払うべきじゃないですか。仕方ないじゃない、親戚が反対したんだから。法事なんて嘘ですよね。お寿司配ってる時に静香さんの旦那さんにお会いしたんです。法事なのになんでいるのかなと思って、よくよくお話を聞いたら法事なんてないですよって言われましたけど。いや、旦那さん側の法事だっておっしゃいましたよね。間違えた、私の親戚だわ。それもないっておっしゃってました。それはね。でも私余計なこと言っちゃったかも。え？静香さんがパチプロだってこと旦那さんも知ってると思ってつい言っちゃったの。ほぼ毎日通ってて、お迎えのことじゃ他のママさんに迷惑かけて、保育園の先生にもしょっちゅう怒られてるって言っちゃいました。ふざけないでよ。あら、内緒だったんですね、すみません。どうしよう、バレた、怒られる。旦那さん言ってましたよ、娘の塾や習い事でお金が飛んでいくのにパチンコする余裕なんかないはずだって。まさか。はい、勘違いしていらっしゃったのでこれも言っておきました。娘ちゃん習い事なんてしてませんよって。だっていつも最後の時間まで預けてますもんね。最悪だわ。最悪なのは娘さんと旦那さんですよ。いつも最後の一人になってお友達が帰るのを見送っている娘さんの気持ち考えたことありますか。だって忙しいから。仕事で遅れるならまだしも、パチンコでしょ。習い事と言って旦那さんからお金もらってそれをつぎ込むなんて考えられませんけどね。あんたは稼いでるからいいでしょうけどね、私はこうやってお小遣い増やさないといけないのよ。私借金1億ありますけど。は？亡くなった父から引き継いだ寿司屋は傾きかけてたんです。マジ？酔い腰の金は持たない主義の父親で、稼いだら稼いだ分だけ使っちゃって、気がついたら借金だけが膨らんでいました。1億って化け物じゃん。潰してしまおうかとも思ったんですけど、この看板が消えてしまうのがやっぱり悲しくて。だから私が引き継いで素晴らしい職人に来てもらって、高級志向のお店に転向してどうにか持ち直したんです。そうだったんだ。だから90万円の赤字なんて簡単に、はいそうですかって出せる金額じゃないんです。儲かっても返済があるし、私たちも命がけで商売してるんですよ。それをあなたの気まぐれや嫌がらせで振り回さないでください。ごめん、悪かったよ。でもさすがに90万は無理、半額にして。最近はこういういたずらが多いから事前決済にしてるんです。導入しておいて本当によかった。やば、旦那から LINE 来た。なんて？離婚届取ってきたって。夫婦間で隠し事されるのが本当に嫌だっておっしゃってましたもん。あんたのせいよ。それでいいです。え？私のせいで娘さんがもう寂しい思いしなくて済むんだったらそれでいいです。綺麗事言わないで。私も仕事で息子には寂しい思いをさせることもありますが、子供はちゃんと分かってくれてると信じています。ただあなたの場合は違う、自分の私利私欲のために子供を犠牲にしてるだけ。そういうのは私好きじゃないんです。旦那は娘を溺愛してるの、親権奪われちゃうわ。そうなればきっと姑がしゃしゃり出てきて私会わせてもらえないかも。先のことを嘆く前に自分が変わってはどうですか。変わるってどうすれば。パチンコやめてちゃんと働いて自立して、娘さんの養育費を払うって約束するんです。それしかないのかな。パチンコなんかで人生台無しにしていいんですか。これからの成長を見届けることすらできなくて本当にいいんですか。見たい、入学式も運動会も成人式も結婚式も。だったらまずは変わりましょう。それしか方法はありません。旦那さんがいつか許してくれる時が来たら、その時は胸を張って会えばいいじゃないですか。そうね、分かった、頑張ってみる。まずは90万の支払い頑張ってください。あ、それがあるんだった。それとこれとは話が別なので。今回は本当にすみませんでした。あなたが苦労してるとは知らず。
キラキラ輝いて見えて嫉妬してたの。人を呪わば穴二つですよ。意味わかんないけど、もうしない。家族を失ってまでやることじゃなかった。それに気づいてくれただけでよかったです。てなわけで半額になったりとかないです。だよね。いつか娘さんとお寿司食べに来てください。お待ちしていますね。後日談。その後、静香さん夫婦は離婚となりました。旦那さんは娘さんを連れてご実家に戻り、両親に協力してもらいながら子育てをしているそうです。保育園のお迎えもおばあちゃんが早く来てくれるようで、嬉しそうに帰っていく姿を何度か見かけました。静香さんはギャンブル依存症を克服するために週に一度自助グループのミーティングに参加しているとか。前向きに進んでいるようで何よりです。病院の清掃の仕事を見つけ、真面目に働きながら娘さんへちゃんと毎月養育費を送金しているそうですよ。旦那さんも今は怒ってるけど、いつか面会させてくれるといいなと陰ながら思っています。私も静香さんに負けないように借金返済と経営頑張らなくっちゃ。家事と育児と介護、今日も完璧にやったんだろうな。少しでも手を抜いてたらただじゃおかねえぞ。そうやって毎日脅すようなこと言うのやめてよ。お前が義務をちゃんと果たしているか確認してるだけだ。子供の面倒も見てるし、家事もした。お袋の介護は完璧にこなしたか？完璧の定義がわからないんだけど、お母さんのところに行って掃除洗濯料理はしたよ。まあ暇人の専業主婦だからできて当然だけどな。暇人って、家事も育児もお母さんの介護も全て私に押し付けてるのに。俺は働くことに全力を尽くしてる。お前はそれ以外の全てに全力を尽くすのが当然だ。役割分担って言葉は知らないのか？とてもじゃないけど分担されてるとは思えない。1円も稼いでないくせに偉そうなこと言うな。言っとくが、お袋を施設に入れようなんて考えなよ。親の面倒は家族が見るのが当然だからな。そんなこと言うなら実の息子のあなただって手伝うべきでしょ。俺は仕事で手一杯なんだよ。同じことを二度言わすな。学習能力がないのか？そうやってバカにするのやめてよ。だったらやるべきことを黙ってやれ。それと今日もキャバクラに行くから帰りは遅くなる。おそらく深夜2時過ぎにはなるが、俺より先に寝るなよ。ここ最近行き過ぎじゃない？それに私寝不足気味で辛いんだけど。俺の金で遊んで何が悪い？お前の寝不足なんか知るか？妻ってのは主人よりも先に寝てはいけないんだよ。亭主関白の度が過ぎると思うんだけど、キャバクラに行く元気はあるんだね。逆だよ。キャバクラで若い姉ちゃんに相手してもらうことで俺はやる気を補充するんだ。それが仕事への活力に変換される。それくらいのこともわかんないのか？遊びたいだけのくせに随分と偉そうだね。1円も稼いでないくせに俺にダメ出しか？調子に乗んな。調子に乗ってないし、稼いでるかどうかは関係ないでしょ。うるさい。そういえばお前に作らせた弁当だけど捨てたからな。え、どうして？今日の昼休憩は部下の可愛い子ちゃんとランチすることになったんだよ。腐るといけないから弁当はきちんと捨てといた。優しいだろ。何それ、やっと寝ようとして私を無理やり台所に立たせたのに。お前が作った弁当より女の子と食べるランチの方が100倍はうまいからな。まあお前の弁当は食べてすらいないけど。そんなこと言うならもう作りたくないんだけど。は？余ったれたこと言うな。食べる可能性が 1% でもあるなら作るのがお前の務めだ。 99% の確率で捨てられる弁当作れってこと？たとえわずかな可能性でも主人に尽くすのがお前の役割だ。それに俺はお前に働くなとは一言も言ってないぞ。だが今の役割を放棄したら許さん。家事と介護と育児で働ける時間なんてないよ。だったら仕方ないな。充実した日々を送ってるようで何より。諦めて自分の役割を果たせ。私の名前はさやか、29歳です。夫の亮太と1歳の息子の3人暮らし。車で20分ほどの家に1人で暮らす義母は体が悪く介護が必要な状態。亮太は実の母親の介護を私1人に押し付けて全く手伝おうとしませんでした。毎日我が家の家事だけではなく義母の家でも掃除、洗濯、料理をこなしてお忙しい。そんな私に対して亮太はねぎらいの言葉も感謝の気持ちも皆無な様子。
それどころか私をバカにした物言いばかりをしてきます。そんな日々の中、義母の体調が急変、入院からわずか1週間で天国へと旅立ってしまいました。亮太はそれに対して大激怒、私を激しく責め立てました。1ヶ月後、お前のせいで俺は母親を失った。どうやってこの責任を果たすつもりだ。夜中に体調が急変したんだよ。その時は私も寝ていたし、どうしようもないよ。言い訳すんな。毎日介護してんなら義母の体調不良に気づけ。無茶言わないでよ。一緒にいたわけでもないのに気づけるわけないでしょ。それはお前がお袋を大事に思ってないからだ、この薄情者が。介護を手伝おうとしなかったあなたに言われたくないんだけど。おいおい、この後に及んで責任転嫁とか勘弁してくれ。責任を丸投げにしてる人間に言われたくない。お前は本当に話になんないな。それよりもどうしてお袋に貯金しておくように言わなかったんだ。なんで私がそんなこと言う必要があるの。お前は本当に無能だな。ちょっと考えればわかるだろ。貯金があれば遺産として息子の俺が独り占めできるじゃないか。お母さんがいなくなったばかりなのによくそんなことが言えるね。話をそらすな。お袋がいなくなって楽ができると思うなよ。その分家事と育児に全力を注げ。私がまともに睡眠を取れてない状態なのを知っててそんなこと言うんだね。俺の母親を奪ったことへの償いみたいなもんだ。人聞きの悪いこと言わないで。私がどれだけ無理してるかちっとも分かろうとしないよね。アピールするとかみっともないからやめてくれ。それに限界が来たなら遠慮なく言ってくれ。お前のことはいつでも捨てる準備はできてるから。何それ。使い物にならなくなったら捨てるのが当然だろ。お前よりも若くて可愛い女と再婚するから安心してくれ。人のことを使い捨てのものと勘違いしてない。物も女房も断捨離が大事だからな。もしも別れることになったら子供はお前が引き取れよ。まあ専業主婦の貧乏人じゃ別れたくないか。3ヶ月後、お前目元にクマができてたぞ。見苦しいからメイクでうまく隠せよ。ここ最近は3時間しか寝てないから。暇人専業主婦のくせに3時間ってマジかよ。時間管理もできない無能って自己紹介してるようなもんだよな。私はやるべきことをやってるだけ。偉そうなこと言わないで。容量の悪さを棚に上げて自分を正当化する愚か者かよ。何も知らないくせにバカにしてばかりだね。いい加減にしてほしいんだけど。3時間しか寝ないのはお前が無能だからだよ。金稼いでから文句言え。お前より稼いでるから言ってるんだよ、ボケ。え？俺より稼いでるって何言ってんだ。事実を言ってんだよ。お前はただの専業主婦だろ。睡眠不足の影響で寝ぼけてんのか。寝言は寝て言え。これ以上ないくらいバッチリ起きてるよ。あんたの言いなりになるのももうやめだよ。おい、さっきからなんだその言葉遣いは。俺はお前の旦那でご主人様だぞ。あんたとの関係は今日限りで解消だよ。正式な離婚手続きはまた後日させてもらうから。ちょっと待て、いい加減にしろ。口から出まかせを言えば俺がビビると思ってんな。私が1年以上前からプログラミングの勉強してたこと知ってた？え、俺の知らない間にそんなことしてたのか。私一人で自立するための第一歩としてずっと独学でやってたのよ。日中は家事や育児、介護に追われて時間がないから、あんたが眠りについた後にね。それの収入が俺の給料より高いってことか。今は月40万は稼いでるよ。睡眠時間を削って努力を重ねた結果。40万、俺の倍近く稼いでるじゃないか。そうだよ。ちなみにあなたの給料だけじゃ生活費は全然足りなかったから。え？家事、育児、介護に加えてあんたはキャバクラ三昧。普通に考えて足りるわけがないでしょ。家計管理に興味ないあんたはずっと無頓着だったけどね。なら足りない分はお前が出してたのか。足りない生活費を補填できるくらいの収入はあったからね。全然知らなかった。もうあんたと暮らすメリットは何一つない。離婚するから。ちょっと待て、離婚だけは勘弁してくれ。急にどうしたの。私よりも若くて可愛い子と再婚するんでしょ。いや、そのつもりだったけど、実は俺が既婚者だってことがバレて振られちゃってさ。結婚してること隠してたの？呆れた。いや、だってうまくいけば隠し通せると思ったからさ。理由はどうでもいいよ。離婚したら子供の親権は私が持つから。子供なんて金がかかるだけだし、それは別にいいけど。勘違いしてるようだけど、養育費はきっちりともらうから。は？ちょっと待てよ。
稼ぎがあんなら養育費なんて必要ないだろ。そういう問題じゃないよ。父親としての責任を果たしな。養育費を請求するのは自分一人じゃ生きていけない貧乏人だけだろ。俺より倍ももらってんなら贅沢すぎるぞ。勝手なこと言わないで。今まで散々責任を押し付けてきといて逃げるな。いや、そもそも養育費なんて払う余裕がないんだ。どうして？実はさ、振られた女に貢ぎすぎて金が全然ないんだ。それどころか借金も結構しちゃってて。とにかく勘弁してくれ。このタイミングで衝撃の事実が次々と発覚するね。だけど許すつもりはないよ。どうしてそこまで怒るんだ。俺は今までお前のために一生懸命働いてきたんだぞ。あんたが気にするのはそこじゃないよ。今までしてきた仕打ちの数々、許すつもりないから。仕打ちだなんて、そんな、俺は夫婦として適切な役割分担をしただけで。まだそんなこと言ってるの？あんたの方がよっぽど寝言を言ってるように思えるんだけど。いや、その、悪かった。とにかく離婚はやめよう。お前の稼ぎがあれば借金だけすぐに返せる。は？私のお金であんたが女に貢いで作った借金を返すつもり？夫の借金は夫婦の借金。俺たちは一心同体じゃないか。都合のいいこと言ってんじゃないよ。借金は自分で何とかしな。だからって養育費を勘弁するつもりは一切ないから。待ってくれ、分かった。今までのことは謝る。帰宅したら土下座でも何でもするから。あんたの土下座なんて私にとっては何の価値もないんだよ。男ってのはメンツで生きてるんだ。それが土下座をするとまで言ってるんだぞ。どれだけ尊いことなのか、お前には分からないのか？分からないよ。正確に言うなら分かりたくもない。土下座とか時間の無駄だから、さっさと離婚の話し合いを進めましょう。無理だよ。俺のことを養ってくれよ。今までのことは反省してるから。しつこい。反省しようが謝ろうが、あんたと生活を続けるつもりは一切ない。そういうことだからよろしく。待ってください。本当にすみませんでした。一生のお願いです。俺を助けてください。後日談。その後、離婚は無事に成立。養育費の支払いも何とか決定しました。ちなみに亮太が浮気をしていた相手は同じ会社の同僚で、結婚の約束までしていたらしく、結婚詐欺まがいのことをしていた亮太は訴えられることに。その情報はあっという間に広がり、社内での居場所が完全になくなった亮太は退職に追い込まれました。現在はアルバイトを掛け持ちして借金返済と養育費の支払いに追われる日々なんだとか。一方の私は在宅プログラマーとして右肩上がりに収入が増えて月収60万を突破。睡眠時間もしっかり取れるようになり、息子と2人で幸せに暮らしています。